はい、皆さんこんにちは。ベクテンニック星の赤木です。それでは、平成30年司法試験本試験分析会民事系ですね。これを3時間でやっていきたいと思います。まあ、前半ですね、民法と商法の設問1あたりまでね、前半でやりまして、後半のこれをやると、まあ、こういう予定にしておきます。で、今回ですね、私の方からの、レジュメ、まあ、薄いね、3ページほどのレジュメ、これと、それからまあ、民事系のレジュメを、ね、回答例なんかがついてるね、その冊子があるかと思いますが、まあ、基本的には、両方見ながらやっていくということになりますけれどもね、回答であらかじめお断りします。私が書いたんじゃないんでね、いろいろとまあ後々ケチつけるねというね、ところがあるかなというふうには思っておいてください。はい、早速ですけれどもね、民事系の問題に関しての、まあ、分析、私だったらね、現場でどういう思考をしたか、これをちょっと示していきたいなというふうには思います。で、完全解は、まあ、まず出せないよというのが、まあ、司法試験の問題ですのでね、現場での現実解、このあたりまでたどり着いたら OK よというね、こういう話をちょっと3時間でしていきたいと思います。で、まあ、民事系の問題検討に関してね、私の講座を受けていただいたことのある方については、まあ、おおむね分かっているかなというふうには思うんですけれども、薄い方のレジュメ、こちらの方をちょっと確認してください。民商法での、まあ、検討は、まあ、ほぼね、やり方一緒です。まあ、時系列人間関係図を作った上で、まず原告側の主をやるというね、この、視点からやっていきます。で、訴訟物とそれを基礎付ける要件の主張ですね。で、商法については訴訟要件まで入ってくると。で、この後、被告の反論ですね。否認か抗弁かと。このあたりを考えていくで。これが、まあ、民商法での基本的な事例の検討でして、まあ、皆さんね、おそらく多くの、方、感じてると思うんですけれども、被告の反論までで、おおむね、体制が消しているというような感じになりますね。被告の反論までで的確に構成できていれば、おおむね民事系は、まあ、それなりに得点ね、かなり入ってるよという感じになるのかなと思います。で、再反論以下、まあ、あれば適宜考えていくと、という感じで結構だろうと思います。で、やっぱり大事になってくるのはね、訴訟物をめぐる主張反論、この意識をね、強く持っておいてください。まあ、なんていうかな、民事のインプットに関してね、論点主義的なインプットしたら、まずできないね、ところになると思いますが、当事者の目線で、主張反論を考えるというね、この視点で、まあ、民事系は検討していきましょう。まあ、その際、まあ、いろいろな、民事系の出発点になるね、思考起点というのがあるんですけれども、そこも、まあ、あらかじめインプットしておく方が望ましいかなと。まあ、今日はね、必要なところで、その、思考起点というのをお話しようかなと思いますが、まあ、持っとくと便利なね、引き出しです。引き出しは、まあ、いくつかな、それぐらいあるんですけれども、それらのね、引き出しも10、なんていうかな、あちこち使いながらやっていくというのがいいのかなと思います。はい、それから民訴のね、事例検討に関してですけれども、まあ、解き方に関しては、まあ、あまりね、固まったものがあるかと言われると、多くはないですけどもね、誘導が多いので、とにかく誘導にしっかり乗ってください。で、多くは結論を左右する原理原則条文等ですね、これを自分で探し出して、で、その要件検討するという形になるだろうと思います。なので、分かんない時ですよね、2番、まずは結論を左右する原理原則何かなとかね、そういう感じで考えてみると、一つ答えがたどり着きやすくね、なるかなと思います。で、それでも分かんなかったら次どうするか言うと、当事者の目線で結構役立ちます。当事者だったら何言いたいかなとかね、あるいは目の前の概念にこだわる、ね、あるいは裁判所の目線で考える、まあ、いろんな視点ありますが、まあ、当事者の主張、民訴でも困ったらね、それを考えてみてください。当事者やったらどの辺で何か文句言いたいことないかなと、まあ、分かんない時のね、民訴の視点として持っておくといいのかなと思います。はい、そういった視点で、この3時間ねお話ししていこうかなというふうに思います。早速、まあ、民法の問題、ここからやっていこうかなと思います。はい、民法の問題の、検討、皆さんもね、あらかじめ検討いただいているかなと思いますが、まあ、現場だったら私がどういう思考をするかというね、そういうのを見せていきたいと思います。はい、まず配点確認すると40、35、25、問いの位置の配点がかなり大きいですよね。なので、問いの位置にしっかり時間と分量を使うというね、こういう意識がいるでしょう。逆に問いの3は25しかないのでね、軽めに流すという感じになるのかなと思います。はい、先に設問確認します。問いの位置、1から9前提に、本件売買契約に基づく代金請求が認められるかということで、代金請求の可否ですからね、契約上の請求権ですので、まあ、売買契約があれば請求権は立つわけです。なので、メインは反論だというふうに見破ってください。被告の反論をいかに考えるかというところが、まあ、大きなね、大きなポイントになってくるかなと思います。はい、問いの1、まあ、そういうことで、代金請求ね、売買契約の成立はおそらくあるでしょうからね、被告の反論をしっかり考える。しかも40点ありますので、おそらく反論は2個3個ですね。複数絶対あるぞというふうに思っておきましょうね。はい、問いの2、ここは35点しかありません。で、証文が2つ分かれてますので、1個1個はそんなに長くなくていいというふうになりますね。2番、1、 E の事実重要の撤去請求に対して、重要の加勢を付した D の発言正当と認められるか理由を付して回答しなさい。まあ、撤去請求と書いてますので物件的請求だろうなという予測が立ちます。いいですかね、物件的請求だろうなという予測が立つんで、それに対する、まあ、
発言がどうなのかですね、認められるかどうか、要件として、なしはね、反論として意味を持つのかどうなのかというのを考えろ。まあ、こういう問題なんでしょう。はい、括弧の2、仮にあの発言が、正当であると認められるものとした場合に、E の請求認められるかということで、請求の可否ですね。これも、まあ、物件的請求がどうもね、問題になってるでしょうから、物件的請求できるかどうかというのを、まあ、E の発言も踏まえながら考えなさいということで、まあ、あと、E の二つの発言が入ってますね。当事者の主張、当事者の言い分が入っているときには必ずね、意味があるもので、違いが必ずあるはずですからね。そこの違いも意識しながら、まあ、考えてみるというところは必須になるのかなと思います。はい。問いの3。1から20前提に次の問いということで、F が、C が B に対して負っていた借入金債務を全額支払ったことを根拠に G に対しいくらの金の支払い請求できるかということで、まあ、いくら請求できるかという、まあ、債権的請求ですよね、これが問われていますが、まあ、ちょっとよくわからない、ね、事案ではあります。で、G まで出てきてるんでね、これは登場人物が多いというふうに思ってください。そういうことで、まあ、人間関係図しっかり作らなきゃいかんなというふうにね、その時点で見破ってください。はい。その上で、本件遺言について遺言の解釈で理由を付してと、うわーという感じですね。相続法来たという感じで、まあ、これ民法の司法試験の傾向ですけどね、2年に1度は相続系来ますんでね。これはまさにドンピシャで来たなという感じであります。はい。問いの3、遺言の解釈した上で、金銀の支払い請求の可否ということですので、まあ、遺言と債務の関係かなというね、そういう予測はちょっとね、立つんですけれども、まあ、あまり、ヒントらしいヒントは多くないという感じになるのが問いの3かと思います。はい。ということで、まあ、問いの1が40点あってね、ここの出来がおそらく全体の出来をね、左右したんじゃないかなという感じはします。40点ありますので、ここでどんだけ、確実に点取れたかというところをね、再度振り返られるといいかと思います。はい。さあ、人間関係図の把握ですね、これをちょっとざっとやっていきます。はい。1番 A がトラック1台、成果物を生産が買い取って、飲食店等に販売する事業を営んでいたと、まあ、いうことで1番はよく分かりませんね、とりあえずまあ A の属性ですかね、個人事業をやってるうちね、それだけです。で、2番、29年9月10日、B との間で松茸5キロ、50万。高いなという感じがするんですけどね。B との間で50万。で、購入する契約。はい、売買の流れ、こうですね。松茸、50万。はい、これで、買う契約を結んだと。で、本件売買契約においては、松茸の引き渡しは、29年9月10日ですが、21日夜に、B のリンゴ農園ある B 商用の倉庫において代金の支払い、代金支払いで引き換えでやるということで、9月21、乙倉庫での引き渡しということで、まあ、売り主の下で物を渡すというね、そういう形ですね。売り主の引き渡し債務との関係でいくと、これは取り立て債務ということになることがここで分かりますね。いいですかね。売り主の引き渡し債務ですね。売り主が引き渡すというふうな、まあ、債務ですけれどもね。売り主の引き渡し債務は売り主のところで買い主に取りに来てもらうということですので、まあ、いわゆる取り立て債務だということがわかります。はい。その上で3番。21日、10時から2時頃にかけて、マスタケですね、C とともに収穫してオスに運び入れ、で、5キロの箱詰めを終えたと。で、そこで B に引き渡し準備、そのための電話で連絡したところ引き取る旨、述べ、B はこれを了承したということで、まあ、不特定物の売買だということがこの時点でわかるんでね。で、不特定物の売買で箱詰めし、で、終わったよと連絡した、いわゆる準備分離通知特定ですよね、これがなされたというふうに考えてください。はい、9月の21日。8時ごろ特定らしいと。はい、まあ、ジョブ番号まで入れれるんだったら入れとくで、感じにしましょう。はい、その上で、6時ごろ、8時じゃない、すみません、特定時刻間違えてね、4時です、16時です、すみません、16時。はい、18時ごろに、高トラック出かけとしたところにトラックがなくなっていたというね、またなんかちょっとトラブルっぽい感じですが、トラックがない。で、引き取り遅れる旨伝えたところ、しばらく待ってるというふうな返事があった。で、トラック探したが見つからないので、今日は行けないというね。こうなっています。売り主の引き渡し債務、売り主に責任はなさそうな感じですね。買い主が引き取りできないというふうな状況ですので、まあ、いわゆる受領地帯っぽい状況が
生じているというところもね、この問題からはわかります。はい、その上で、5番、B、A からの連絡を受けて、C に引き上げてもいい旨で伝えた。で、その際、盗難相次いでいて、警察からの注意喚起もあるから、離れるときには普段よりもしっかり施錠と。しっかり施錠。で、普段は簡易な鍵で施錠されていたけれども、強力な倉庫錠も利用して、その日は二重に鍵かけていたと。しっかり施錠というね、そういう指示があって、それはその日はも守っていたと。はい、次22日の7時頃、取りに行くよという電話と。はい、で、朝の作業を C に任せ自宅にいたために、まず B に、自宅により B 同乗させていくことになったと。まあ、よくわからんけれども、まあね、見ておきます。で、次7番。A は代金50万持参して10時過ぎに乙倉庫に到着。ところが、乙倉庫、開けっぱなしになっていて、農作物、なくなっていたと。なんとなく論点としては出てくるんですよね。受領地帯中の不能っぽいね。そんな感じのこうね、お話が出てくるんですけれども、あまり論点に入りきらないようにしていった方がいいでしょう。はい。農作物なくなっているという状態です。で、その結果、なぜなくなったかですね。C が7時頃に、鍵、一つのみと、これで離れたと。そのために盗まれたというね、こういうことが書いてあります。で、9番。B は A に対して50万の代金の支払いを求めたが、A が B がバスだけ引き渡すまでは支払わないと述べたと。で、これに対して1回提供したんだから応じられない。こういう反論してましてね。当事者の主張反論が明示で書いてあります。なので、まずは当事者の主張、A の反論ですね。何かって言ったら、松茸と引き換えだと。こういう反論ね。ここから入っていかなきゃいけませんね。いいですかね。なので、まずは B からの A に対する請求ですけれども、A の反論、533条の同時履行の公弁を言いたいんだということがまずわかります。ただ、反対債務ですね。物の引き渡し債務ですけれども、先ほど見た通り特定が生じてます。特定が生じた後であれば、不特定物の引き渡しについても物がなくなれば履行不能になりますわね。したがって同時履行を言えなくなると、反対債務消えますからね。533は不可と、こうなるはずです。はい、ということで、まあ、同時履行の公弁を A は言いたそうなので、まずそれを拾ってください。で、これについて検討を加えると、特定生じてて特定後の不能が生じてるので、これは履行不能として反対債務消滅です。いいですかね。反対債務消滅してますので、同時履行の公弁言えるわけがないと。反対債務との引き換えだというね、その主張は当然認められません。はい、そうなると、じゃあ今度 A の反論、次の反論です。何が考えれるかというと、渡してもらえないんだったら、どうしたいですかね。なくなった。なんでなくなった。 C が鍵かけ忘れたからだということで、履行不能解除、これで代金免れるという反論が考えられるはずです。履行不能解除、これが次の反論として出てくるかなというふうには思われます。はい。で、まあ、この辺ね、特定についてちょっと説明いりますけどね、準備分離通知で特定する。で、その上で、その後に不能になっているというふうな説明いりますけれども、履行不能解除543ですね。で、履行不能。問題は奇跡銃でしょうね。はい、不能は OK。奇跡銃ということで、これ、B に奇跡銃はなくって、C に落ち度っぽいものがあるというところで、これどうするかって話ですな。で、今回 C については鍵一つのみで離れたというね、それがありますので、それがまあいわゆる履行補助者の故意過失の話ですね。履行補助者の議論を
まあ、過失あるかどうかと、これを検討していくことになります。で、履行補助者であることは間違いないですね。 C がね、従業員として使っている、状況ですね。履行補助者としては間違いないんですが、過失があると言えるかどうかです。本件の事情でね、過失があると言えるかどうかで、今回難しいのは、確かに鍵一つのみで離れているという不注意はあるんですけれども、この辺が関わってるんですね。一回取りに来ようとして遅れてる、そういう状況があるわけです。全館義務がどうなったかですよね。売り主の全館義務が受領地帯の後については減責されたはずですよね。つまりこれは履行補助者に、まあ過失、一般であれば普通の、ね、全館注意義務違反と これが故意重過失に減に軽減されるはずです。はい、履行補助者に重過失がないといけないと、こういう形で減責されるのかなと。で、なぜですかといったら受領地帯、まあ、ここでね、受領地帯の法的性質、法定責任だと、法定責任で、その結果ですね、一定の責任が生じると。解除や損害賠償等は受領地帯を理由にしてはできないけれども、受領地帯、まあ、一旦履行の提供が生じたということにもなるわけで、全館注意義務がこれが故意重過失に限定され、軽減される、あるいはね、事故の財産と同一の注意で足りるとかね、そういう感じになっていくのかなというふうに思われます。はい、493もありますからね、履行の提供もあった、はい、一度松竹提供したんだからっていうね、その主張がありますので、まあ、それも拾っていくと493ですね、履行の提供、まあ、これも言えることにはなるのかなと思いますが、まあ、どうしてもいいですね。履行の提供もしてるし、かつで、受領地帯も生じてるし、まあ、どっちかというと受領地帯の方をね、上げていただく方がより的確かなという感じがします。はい、ということで、まあ、今回その故意重過失があるかどうかですね、確かに二重に鍵しろよというふうに前日言われてますけども、普段は1個ですしてたわけですよね。これは悩ましいところです。どっちに転んでもいいかなとは思うんですけれどもね、とりあえず普段であればこれは1個の鍵で足りてたということからすると、まあ、今回1個の鍵はしてたと、1つのみはしてたのでね、一応普段の注意は尽くしていたということにはなるのかなと思います。ただ今回に関してのまあ過失は、ね、ちょっと重たいものがあるんじゃないかとも言い得るところですけども、まあ、どっちでもいいです、ね。まあ、考え方としては、まあ、この2つの事情を拾ってですね、重過失ありにするかなしにするか、まあ、なしになるかなという感じがしますね。軽過失はあると、だって2個やってないからね、2個やってないという点で、軽過失はあると、しかしながら普段1個でやってたというふうなところからすると重過失まではないというふうにするのかなと思われます。ということで、まあ、重過失なし、したがって解除不可と、こういうふうに流れていくことになるだろうと思います。はい、解除によって代金の支払い免れる、これはできないと、こうなるのかなと思いますね。はい、そこまではできたらたどり着きたい答えではありますが、まだあります。履行不能で売り主に奇跡自由なしというふうにこれしてるんですよね。不能解除できないということは奇跡自由売り主になしと言ってるのと同じですので、いわゆる危険負担の反論があるはずなんですな。なのでもう一個、はい、A としてみたら債務者主義で反対債権消滅と、そういう反論もしていきたいというところになりますけれども、これは残念でしたという感じですね。今回ね、二重の意味でダメですね。少なくとも536条の2項、これは指摘することになるでしょうね。債権者の過失です。今回の場合、受領地帯、これがありますので、受領地帯については債権者の奇跡自由と、これの同視する、
ということになりまして、債権者処理が適用されるべきね、そういう事態になるのかなと思われます。はい、なのでまあ534条2項、まあ、534条についてはね、その危険負担の債権者主義の適用範囲限定するか限定しないかという論点ありますけれども、あんまり影響しないお話なんで、それ論じても仕方がないかなという感じはしますね。534条1項2項の適用を制限するべきかどうかというね、この解釈論はあんまり触れても仕方がないという感じはします。5362項ですね、これでまあ今回は、債権者主義が適用されますので、その結果まあ代金の支払い免れられないということで、結論付けていただいたらいいかなと思います。はい、まあ、代金請求認められるですね、代金請求はできるというふうな結論になるのかなと思います。はい、ということで、故意過失等ですね、いろいろとこうね、まあ問題点が出てくるんですけれども、反論的確に3つ抗弁拾えたかどうかですね、抗弁としては3種類あり得たんです。それらをね、うまいことこう構成できたかどうか、できてなくてもおそらくね、一応の数字はたどり着くと思います。特定とか受領地帯とか、あるいは、危険負担とかね、履行保護者、これらにそれなりに触れてたら一応の数字にはたどり着くと思いますけれども、これをちゃんと抗弁として成り立たせると、そういう意識があればさらに高得点が望めるかなというね、こういう感じになる問題だろうと思われます。はい、この辺の、まあ、契約の債務不履行の関係ですね、結構苦手にしているという人が、まあ、多いのかなという気がしますけどね、ここまで本格的な債務不履行の議論ですね、まあ、結構ね、何年ぶりかなというぐらいね、結構お久しぶりという、ね、感じではあります。はい、まあ、この債務不履行の議論、再度ね、皆さん、この辺の反論をするという意識ね、これを、まあ、普段から持ってた方は、それなりに答えがたどり着けたかなという感じはしますけれども、そこが、なしてた方は、もう一度ちょっとね、1年目の勉強を見直してみるというのもありかなという気がします。はい。ということで、問いの1。まあ、40点分ですので、まあ、これぐらいが妥当なね、量になるかなという気はします。はい。以上で、問いの1。おしまい。40点分で、ね、やりますけども、まあ、うまいこと構成できたらね、かなりの高得点が望めるかなという感じはしますけれども、まあ、それなりにキーワード触れられていたらね、まあ、20点弱ぐらいはね、望めるかなという気もするんですが、できたらここは、抗弁としてね、きっちりとこう構成するというところまでやっていただけたらなというふうに思います。はい、問いの2、入っていきましょうか。はい、1から9に加えて10から14ですね、この事実があったということで、また、時系列等を作っていきます。はい、コートラック A が次の経緯で D から入手したものだったというふうに書いてますが、コートラックについてこんなふうに書いてますね。D が所有する中古トラックで道路運送法5条1項が適用される自動車を目的別として代金300万として売買契約が結ばれたと。でこの売買契約に次のことが定められていて、代金支払いとして60万引き換えに渡す。で以後60ヶ月4万かける60回分割払いとこうなってるわけですね。でその分割払いの関係で所有権留保がついてるっていうね、こうなっています。で完済した時に所有権移転させる。で丸三、一回でも怠ったら代金支払い債務は当然の期限の利益喪失。で、引き渡し受けた後は、コートラック A が使用続けることができるけども、完済までは全館地域を持つ。で、5番、3によってトラックの返還を受けた時には中古事業所に売却し、売却額で清算すると。まあ、いろんなことが書いてましたね。要は所有権留保の合意ですよね。これが、まあ、しっかりとなされているというところが書いてあります。はい、その後、A は、遅れることなくずっと支払い続けていると。遅れなしということなので、条項の中でいくと、3と5ですよね。これが適用ない状況です。ですかね。問題文の約定の中でいくと、遅れなしですから、まだ現状では3と5ですよね。これの適用はないという状況ではあります。12番、コートラック消失後、レンタカーで事業を続けていたんだけれども、廃業して、起業することにして、で、借家も引き払ったと。で、転居先は知らせなかった。まあ、こんな風に書いてあります。29年、12月22日。転居。こうなってます。はい、13番、30年2月20日、E は、その所有する、兵土地。E 所有
この上にトラック、もう絵が下手なのは勘弁してください。なんかこう荷台みたいになっちゃいましたけどね。とりあえずまあトラックですね、これが置いてあるという状況で、放棄されていたと。高トラックですね、ここにあります。で、名義についてはデイになっていると、こういう状況です。で、30年3月10日 E から D に対して高トラックが放置されている。で、トラックの撤去ですね。ああ、やっぱり所有権に基づく物件的請求だということは分かりますね。所有権に基づく、まあ、妨害排除請求ですね、これをしていってます。はい。で、これに対して D の反論、あ、 A との間で所有権留保売買したので私は撤去すべき立場にない、こんなことを言っております。売ったんだから俺のもんじゃないとでも言いたそうな感じですね。売ったんだから俺に撤去する義務はないと、こんなことを言ってます。で、い、登録名義まだ私にあるが、だからといって私が高トラックの撤去を求められることにはならないと述べ応じなかったということで、まあ、2つの主張をしています。所有権留保で売買した、撤去する立場にない、で、名義は私、バット撤去義務なしと、まあ、こういうことを言っています。で、 E は D に A の所在知ら、尋ねたところ A の所在知らないというふうに述べたというふうになっています。ここで一個判例的なものを思い出せるといいですね。建物自分の名義のままになってて売ったんだけれども名義変えないままというふうになってるね、時に明け渡し、宗教明け渡し義務がどうなるかと、ああなんかあんな判例あったなと、あ、これだと、平成6年判例と思いついた方はね、ここに判例の年月日まではいいですけどもね、ああ、あの判例かと、一旦自分の意思で所有名義やった以上はですね、名義変えてなかったら喪失を第三者に対抗できないんだと、まあ、いうふうな177条的な主張ですよね、ああこれがあったなというふうに思ってください。はい。で、そうなるとあはなんだというところでね、あは択一までやってる方は当然この所有権留保に関する判例は見てるはずでありまして、あ、あれかと、21年の判例だというふうに思ってください。所有権留保売買してるときにカップ金の、弁済、これが履行地帯になって初めて売り主は処分権限を持つと、その場合には撤去義務があると、まあ、こんなふうに言ってるね、21年判例がありまして、あれを引用したらええと、なるほどねということで、まあ、この問題は判例そのまんまというね、そういう感じでなんとなくね、答えが出せそうな問題にはなってきます。はい。その後ですね、結局支払いは滞りなくされているというね、そういう状況で A としては E 所在不明、 E にとって A は所在不明と、こういう状態です。はい。ということで、まあ判例知ってるか、そんな問題になっちゃったなという感じがしますね。問いの2、1、E の撤去請求に対してあの発言正当と認められるか理由を付して回答しなさい。はい。とりあえず撤去請求が所有権も基づく妨害排除請求であるという点を示し、で、その要件が E 所有で、あとですね、で所有による妨害と、ね、そういうふうなことが要件になってくるのかなと思います。はい。妨害排除請求、E 所有で妨害、これが要件になるはずです。で、所有権留保がついてますので所有権的合成でいくならば、もちろんで所有物、これによる妨害とも思えるんですけれども、所有権留保がついてる場合はカップ金の支払いがなされてる間は買い主に権利が移転していると、まあ、買い主が全面的に使用収益できる権限を持つと、売り主の方には撤去義務はない、カップ金の支払いが怠って期限の利益が喪失した段階で売り主は処分権限、これを有することになるので、その時点で撤去義務が顕在化するんだと、
こう言ってるのが21年の判決でしたんで、まあその判決そのまま引用したら終わりっちゅうね、そういう感じではあります。はい、D 所有による妨害かっちゅうと、あの主張ですよね。平成21年判例です。まあ正当だと。まあ大きな答案構成としてはこれで終わりですね。確かに D 所有物による妨害とも思える。しかしながら、あの発言にあるように、所有権留保における売り主については、履行主体、買い主が履行主体になって初めて、処分権限を有することになると。したがって、それまでは撤去義務がないと言うべきであると。まあ、そのあたりのね、理屈を入れていただいたら、これは、あの発言は正当だというふうに結びつくことになるだろうと思います。はい、少なくとも一応この考え方ですね、ここまではたどり着きたいところかなと思います。はい、括弧の2。仮にあの発言、Dの発言が正当とした場合に、今度 E の請求を認められるか。はい、これが正当な場合に、E の請求の可否。で、E の発言を踏まえつつということで、名義の問題ですね。で、撤去義務。これが生じることになるのかと。ということで、これもやはり、ね、所有権に基づく妨害排除請求の一応原則論ですよね。その妨害物を支配している人に撤去義務があるということで、基本的には、やはり D ではなく A ですね。A に撤去義務があるのが原則ではあると。しかしながら、今回、登録ですね。自動車の登録ということで、まあ、ほぼ登記に準ずるようなものでありましてね。一応その登記に関する判例はあるわけですね。本来、A のはずと。バット、登録あり。で、年月日でいくと多分平成6年2月8日だったと思うんですけどね、すみません、正確じゃなかったらごめんなさい。とりあえず平成6年判例ですね。自分の意思で、所有権名義を取得したものがですね、売却後もなお登録名義を保有しているという場合においては、その所有権の喪失を持って第三者に対抗することはできないんだ、こういうね、理屈がありました。で、それは登録というですね、自動車における完全な工事制度が整っているものにおいても同様に当てはまるんだというふうに言っていただいたら、これで答えとしては終わりですね。これによると判例の、援用で、で、E の主張は不当、E、請求かと、おそらくこういう結論になるかなと思います。はい、ということで、まあ、判例知ってたら OK 中ね、そういう問題で、ある意味、まあ、勉強が判例に対してしっかりできてた方にとっては、サービス問題になっただろうというね、こういう問題かなと思います。はい、35点ありますが、まあ、2つの判例しっかり指摘して、まあ、違いですよね。まあ、21年判例との違いはまだ、一つあるのが、履行地帯になってないというね、そこが21年判例との大きな違いですし、平成6年判例との違いというと、登記じゃなくて登録というね、そういうもので、で、登録ではあるけれども、これは、中古自動車については対抗要件になっているよというところですよね。参照条文も上がってますね。第5条書いてある通りで、177条的な感じですよね。所有権の喪失、登録受けなく第三に対抗できないと、177条とほぼね、同様の書き方になっているので、この平成6年の判決がそのまま妥当するんだというふうな論法が取れるかなと思います。はい、という感じで問いの2も以上でおしまいです。はい、まあ、ここまでの、ねところで、まあ、大体、得点できた方はおそらく民法ねかなり高得点が狙えてるんじゃないかなという感じがします。問いの1問いの2のところで、ね、ほぼ、まあ、当事者の主張を構成できたという方はですね、まあ、自信持ってね、まあ、なんていうかな、本結果、待っていただいたらいいかなというふうに思いますし、ただ、まあ、問いの1に関して言うとね、受験生の多くはまだ主張反論をうまく構成できなかったんではないかなというふうに思いますので、問いの1のところで、まあ、ある程度ね、受領主体であるとか、危険不難であるとか、まあ、それらに触れられていれば、まあ、まだ戦える状態ではあるぞというふうに思っててもらったらいいかなと思います。で、条文間違えた方はこれもちょっとね厳しくなるかなと、問いの1の中でね、適用するべき条文をちょっと間違っちゃったと、543じゃなくて541で書いたりとかね、あるいは534条で書いちゃったりとかですね、そうなると若干ちょっときつくなるかなというね、そういう感じの予測を、私の内容は今のところしています。はい、問いの3、
はい、これも行きましょうか。富野さん、数年前に先立たれた死が出てきます。持病が悪化して30年1月20日死亡と、こんな状況ですか。で、積極財産として1200万、600万、200万の定期預金、これがあったと。まあ、問いの3先に見てね、これも遺言と書いてあるんで、ああ、相続法来ると。で、相続法来るときには、相続人と財産の確定、もうこれがまず最優先になります。相続財産と相続人の確定、これはもう絶対に先にやるというふうに思ってください。はい。で、3人の子供がいたということで、F、G、H がいたんだけれども、H については C が先に排除していたと。いうことで、相続排除ってね、まあ、普段論文で検討することはほとんどないね、制度になってきますけれども、とりあえずは、まあ、排除というものがあるんで、ちょっと条文だけは確認しとこうというね、ぐらいの慎重さはあってもいいかなと。で、今回だったら、まあ、相続人の排除、892なのかな、おそらくね、そのあたりになるんでしょうね、相続人の排除、これがされてますね、推定相続人、排除の請求できるというね。で、まあ、排除の効力、まあ、生じているというね、こういう状態ですので、まあ、これは仕方がないというね、感じでしょう。排除ですので、まあ、これは、相続人ではないと。こうなります。はい。排除の効果ですね。相続人にはならない。こういう感じです。その後、17番、C の通夜の席で C が B に対し、31日を期限と300万の借入金債務を負っていることが判明したと。ということで、まあ、お通夜の席で、ものすごいこうね、嫌な感じですけどね。21日判明。はい、300万の貸金債権。あちゃーって感じですね、これね。なので、財産の中にもちょっと入れておきます。負債対比300と、これがあります。はい。で、これは F が支払い済みとこうなっています。続いて19番、3月1日、事実証書遺言が判明で、兼任の手続きがなされたと。で、遺言にはどう書いてるか。はい。私の残す財産、1200、600、200と、定期があると。で、F にはちょっと多くあげたい。ということで、これは相続させると。あ、しまった。ここに書くと、負債になっちゃうな。遺言ですね。遺言、F と。で、G には600万。で、H は、まだ反省が足りないので、排除主は変えない。けれども、H には200万のみ与えると、こんな風になっております。はい。これを前提に F が、G に対していくらの請求できるかということで、ここですね、 F から G への請求の金額、これを考えていくことになります。で、遺言の解釈した上で理由を付して回答しなさい。なので、まあ、遺言がまず先に検討の対象になってきますね。本件遺言が何なのかということで。はい。本件遺言ですね。F、G は相続人です。で、H はすでに相続人ではなくなっております。で、相続させるというふうな書いてあるものについては、特段の事情がない限りは、遺産分割方法の指定と考えるべきだと。これがまず考え方ですよね。で、遺贈と返すべき特段の事情、まあ、本件ではありませんので、F、G についてはこれは分割方法の指定とこうなるでしょう。他方で H はすでに相続人から外れてますので、分割方法の指定ではないわけです。こっちはもう遺贈と見るしかないです。しかも包括遺贈ではなく特定遺贈、こう見るしかないかなと。で、負債について言及してないんですね、遺言がね。遺言が負債について言及してないという場合についてどうするか
というと、基本的には遺言に書いてなければ、まあ、遺産分割されてない財産として扱わざるを得ないですね。分割方法の指定があるのがこの3つだけなので、残った財産は遺産分割、未分割財産というふうな扱いとせざるを得ないでしょう。負債。で、未分割財産ですので、もう基本的にこれは、相続人の共有にならざるを得ないはずです。原則としてね。そうすると、FG、150万ずつ負担しなきゃいけないと。H は排除されてますからね。ここは排除の効力ですよね。これを無視するわけにいきませんのでね。その結果は150万を FG が取得するのがまあ原則というね、こういう形になるでしょう。で、それでいいかです。まあ、今回は、プラス財産については相続人の意思が現れてるんでね、その意思を負債にまで及ぼしていいかどうかというところは、まあちょっと悩んでもいいかなという気がします。ね、お父さんの意思としましては、とりあえず、FGH ですね、かなり傾斜をつけてやってるというところからすると、負債についてもまあ同じようにするのが公平だというふうな感じも考えられなくはないです。割合的にね、負債についても、まあ、多い人が多くの負担するというのは、まあ、ありえなくはないんですけれども、ただ、やはり、分割方法の指定に過ぎませんからね、相続分の指定だったら、これは同じように考えれますけども、相続分の指定ではないので、やはりそういうふうに考えるのは無理かなと、無理はしなくていいと思います。はい。もう原則通りですね、このあたりは150万ずつということでいいだろうと思います。遺言。これによって負債の内部負担割合まで定めるものではないと。まあ、なんでこんなところが思いつくかというと、これ G の反論を考えたらいいんですよ。お前多くもらってんだから、お前の方が負担多くしろというふうに言いたくなるはずなんでね。F と G との間でいけば、F と G は2対1で割るべきだというふうな反論が G としては出てくるんでね。こんだけ多くもらってんだから、お前の方が多く負担しろよと。こういうふうな反論が出てきそうなんでね。ここはちょっと言及しとくとプラスになるかなという感じがしますね。ここの遺言によって、ある程度のその負債の割合までね、影響が及ぼすことがあるのか、僕はないというふうにしといた方が安全かなという気がしますね。そこについては、まあ、定めてない未分割財産だというところで、法定相続通りというふうにね、するべきだというふうにせざるを得ないかなと思います。はい。一応その辺で、まあ、無理しないです、ね。相続法については決して無理はしないでくださいね。全く、まあ、未知の議論に、ね、入っていく、いうところは、まあ、あるんですけれども、今回についても、まあ、ここの遺言のね、内容が、負債の内部負担割合まで影響を及ぼすかというところ、まあ、考え出したらいろいろ考えれるんですけどね、無理はしないというところでいいだろうと思います。はい、そんな感じで、さあ、参考答案もね、ちょっとだけコメントを入れることにしましょうか。まあ、一言で言うとちょっと残念な参考となってますね。そこはちょっとあらかじめちょっとお断りをさせていただきたいなというふうには思います。はい、6ページからまあ回答例書いてます。いきなり履行不能というふうなことが書いてあるんですけども、同時履行の公弁権どこ行ったっちゅうね。当事者の反論全く考えてないね。そういうことでちょっとそこはまずいなって感じがしますし、一番特定について、特定がどういうふうに主張反論に影響するのかが全く読めないね。こういう書き方になってまして。まあ、これでも一応の水準はつくと思いますけどね。一応の水準止まりだろうと思います。せいぜい言っても。なので、この特定というのが、同時履行の公弁権を否定する理屈ですよね。そこにつなげられたらもっとね、いいお話だったんかなという感じがします。はい。でから、準備分離通知について、ね、ここまあ問題提起した上でなんか議論してますけれども、まあそこは、まあやってもいいですけどもね、そんなに大きくね、あるところじゃないかなという気がしますしね、判例定説に近いところですからね、準備分離通知で特定するという一言ね、売れとけばまあそれなりの点が入るかなという感じがします。はい。その後2番、受領地帯と B の過失について、これも何の反論につながっているのかがさっぱりわかんない。
ということで、ちょっと、まあ一応の水準止まりの答案になるのかなという感じはします。これは要は履行不能解除ですよね。その要件の中で議論するというのが最も的確な議論ではないかなという気がします。ですので、まあ2番ですね、まあ B の543条解除ですよね。これをまず立てていただいた上で、で、まず履行不能があるかどうか、で、奇跡自由があるかどうかで、今回、売り主自身に奇跡自由がないというところで、履行補助者の過失、これがあるかどうかという形で履行補助者の議論をしていく。で、かつ過失のところも、軽過失じゃなくって、受領地帯が生じているので、重過失に軽減されるというところを踏まえて、本件重過失があるかどうかという当てはめですよね。それをしていただいた方がいいのかなと思います。はい。で、その上で一番最後のところですね。7番、7ページのね、第2に入る直前ですけども、なんで534条なんだっちね。536条2項だろうという気がしますね。受領地帯が生じてますので、5362項。で、これは危険負担にならないというね、そういう、お話になっていくのかなと思いますし、かつ、この危険負担というのは反論です。反論として債務者主義で、ハンター債務消えるんだというね、債務消滅の公弁として位置づけていただいたらいいのかなと。で、その債務消滅の公弁が5362項によって認められないというふうな、まあ、結論にたど、り着いていただいたら最もね、綺麗な形だろうと思います。はい。ということで、まあね、ちょっと問いの1に関しての、参考答案が若干残念なね、感じだなという感じがしているのと、あと問いの2ですね。問いの2に関しても、まあ問題の所在とか書いてね、なんかいろいろ書いてるんですけれども、それをしてる割にはなんですね。21年半連のところが全く言及できてないので、これもしかすると問いの2に関する、言及としてはこれ一応の数字でもたどり着いてないという恐れがあります。そういうことであまり参考にしないでいただきたいなという気がしています。はい、所有権留保についての法的性質ですね。これはまあ、どうするか。まあこれはもちろんいいんですけども、21年判決への言及がちょっとないというのは、いささかちょっと怖いぞというふうには思います。第3、まあ、ここは書けてます。平成6年判決についてある程度言及してますけれども、まあ、長いなという気もしますが、まあ、一応書けてるので、ここは一応の水準ないし、良好ぐらいはつくんじゃないかなというね、気はします。はい。その後、第4、設問3のところですね。相続分がまあ変動するのかどうかですね。まず相続に排除されてるよ。で、相続させるについても解釈して、まあ、ここはまあ、綺麗にね、ある程度書けてるかなと。無理をしないね、書き方として、問いの、3に関しての答えとしてはね、ある程度書けてるかなという感じがします。はい。まあその辺は、まあ相続法に関してはね、そんなに差はつきません。相続法はみんなそんなに得意じゃないのでね、それほど大きな差はつかないということで、まあ淡々とある程度書いておくということで、皆さん済ましてしまったじゃないかなという気がしますね。特にまあ最後の設問3ですので、時間的にも苦しい中でおそらく検討しているはずですので、まあそんなに皆さんね、高得点取ってる人は多くはないのかなという感じはしてます。なので問いの3ではあんまり差つかんという気がしますね。大きく差がつくとしたら問いの1。ここかなと。問いの2は、まあ、判例が思い出せているかどうかによって、まあ、大きな差がついてしまう。ということで、まあ、問いの1ですね。ここの出来がおそらく合否をね、大きく決めてくるかなという感じがします。はい。以上が、まあ、民法のお話で、まあ、当事者の主張反論で言ったら、もうこれ被告の反論までで終わりっていうね、そういう問題ばっかりでしたよね。被告の反論まででもうほぼ終わりというね、そういう問題が多いので、普段の民法の問題検討もやっぱり原告の主張しっかり検討しよう。その上で被告の反論もしっかり検討しようと。で、今回の場合は問いの1が、ね、被告の反論しかないだろうというふうに予測されるね、代金支払い請求ですから、その意味で被告の反論の出来でね、大きく、まあ、分かれてきたんじゃないかなという気がします。はい。以上で、民法についておしまいにしときましょうか。はい、商法に入っていきます。はい、第2問。はい、第2問ですけれども、問題、設問の配点から確認していきましょうか。25、50、25というかなりの傾斜がついた、配点になってます。で、問いの1、25点。1から6前提に、閲覧請求拒むために、河野立場で考えられる主張とその通りと。上って感じですね。司法試験、新司法試験になって初登場ですね。閲覧請求に対する反論というね。ここは初登場になりますんでね。その意味で、この問いの1については、まず条文にたどり着くというところからね、出発しないとしゃあないですね。もうわかんない時には条文というところで、まあ、閲覧請求に対するね、条文を探し出すというところが、まあ、大きな仕事と、こう思ってください。25点ですね。そんなにたくさん書かなくてもいいかと思います。はい。他方問いの2、ここに50点ありますが、実質2問になってますね。なので25、25というね、そういう感じで考えておいたらいいでしょう。問いの2、括弧1、本件決議1についての各決議の取り消し訴えに関して C の立場で考える主張とその通り論じなさい。来たーって感じですね。831、まあこれは
取れるとこ取っとこうというね、そういう感じになっておかないといけない問題だろうと思います。831の要件検討ね、これをしっかりとやると。で、場合によってはこれは裁量規格まで言及するというね、そういうことにもなるだろうと思います。はい、問いの2、括弧の2、14の G と知ったCが後者の株主として会社法に基づき責任追及との訴えで、 AG の責任に関し C の立場において考えられる主張とその主張に相違について論じなさい。まあ、株主代表訴訟だということなんで847ですよね。まずはこういうことになってくるかなと思いますが、ちょっと問いの2の読み方難しいところがあります。括弧の2、 AG の責任に関し C の立場で考えられる主張というふうに書いてまして、 AG の責任のみ論じたらいいとも読めるんですけれども、代表訴訟を提起する場合という前提がついているので、代表訴訟の要件検討もいるのかどうかいうのが問題文からするとちょっと迷いが生じてくるね、感じかなという気がします。まあ、メインは AG の責任、これをまあしっかり論じるというところでいいのかなと思うんですけれども、代表訴訟の要件もまあ心配だったら触れといた方がいいと思います。受験生であれば私だったらね、心配なので、一応847条の要件も一応は触れておくということにまずはするかなという気はします。はい、問いの3、会社法174の趣旨、174、あれ何だったっけってね、ちょっとなりそうな感じの条文ですが、174の趣旨踏まえつつ請求の効力否定するために B の立場によって考える人とその通りについて論じなさいということで、まあ問いの1と問いの3がですね、あまり見慣れない条文からの出題ということで、この問いの1と問いの3はさほど大きな差はつかないだろうと思います。正しく条文が指摘できて分析できていれば、まあそれなりの点がついてそれで OK になってくるかなというね、そんな感じになるでしょう。あまり見ないね、類型の問題ではあります。はい、問いの1ですね、閲覧請求ということで、じゃあ何の閲覧請求かなっていうね、そこをまあしっかり捉えることが必要になるでしょうか。はい、第2問、とりあえず、問いの1のところでね、一旦休憩入れるという感じにしたいと思いますが、問いの1に関して、A は関東の P 県において個人でハンバーガーショップを営んでいた。で、ハンバーガー好評であったというふうになってますけれども、その後2番、A は P 県内複数の店舗出店しようと考えて、 A の子、B、弟、C、おじ、D の出資を得て公社を設立したと。会社法が来るんでね、とりあえず会社の基幹構成から入るということで、1番はいきなりは書けないですね。とりあえず2番のとこからまあ一応書いていく感じですが、はい、公社、これを設立で、さらに人間関係もややこしそうですね。A と子供 B がいて、で A の弟として C がいて、でさらにおじということなんで、こういう感じなんでしょうね、人間関係でいくとね。で、発行済み株式は1000株で、 A が300、 B が250、 C が250、でが200と、まあ、こういう株主構成で、うわ A の立場危ういですね。3割しか持ってないですからね、裏切られたらあっという間にすっ飛ばされるね、そういう感じのまあ会社の代表になります。はい、で代表として、取締役は置いてますが、代表が A で、取締役として B、C、E で、 D は特についてないという感じです。で、公開会社ではないということなんで、譲渡制限、非制限、非公開会社ね、非と書いておきます。で、かつ種類株も発行しないで、定款には取締役解任する決議は過半数の株主出席して、かつ3分の2の多数というふうな定款があるというフォームで、ここでちょっとピピッと働いてください。どうもこの後解任の議論がされそうだ。しかも解任については特別決議にする、こういう定款があると。まあ、先読みするんですね、問題文をね。きっとこの後解任の話になってくる。つまり内紛ですよね。会社の内紛が起きて、で、解任の話が来て、で、特別決議を意識してちゃんと解いていけよと。こういうことをね、この問題からした。ここの部分からね、読み取っていただけたらと思います。はい、その後、後者、P 県内に十数店舗。これで、P 県。しかも関東と書いてます。会社法でエリアが来ると大体は協業関係の話ね、これが来ることが多いんですけれども、まあ、関東で十数店舗で、その間
D の子 F、 これが公社が出店する予定のない近畿地方の9県においてということで、ん？と思ってください。ハンバーガーショップ営むおつ社の代表取締役としておつ社を経営と、ということで協業というふうな感じのね、疑問符が浮かび上がるところであります。で D としてはこれはオツの株を全株持ってるけれども経営にはタッチしてないと。経営にはタッチせず、はい、こういう会社です。4番、後者は当初順調に売り上げ伸ばしたけれども3期連続で売り上げ減少、そんな中 A と C で対立が生じたと。ああ、やっぱ来たという感じですね。 A と C、 ここに対立です。つまり兄弟感、まあ会社経営するときに兄弟でやってうまくいくこともまあもちろんありますけどね、世代交代するときとかね、あるいはこう、売り上げが低迷するときでも本当にこうね内紛が起きやすいというところありますね、まあ皆さんもし将来ね企業を考えるんだったら単独出資で単独でやった方が絶対いいですね、そうしないとね、内紛のもとですね、家族でやるとかあるいは親兄弟でやるとなるとまあほぼね、そのやばいときにこそ揉めるね、うまくいってるときは揉めないんです。やばくなると揉めるね、それから相続起きたときに揉めるというね、大体まあその辺相場が決まってるというね、感じはします。はい、さあその後5番、 C は D と面会し、 D に対し告げ口をしてるんですな。 C から D に、A が CS 機でリベートを受け取ってると、で次解任議案提出するものだから賛成してほしいと求めたと。 A 解任、こういうふうに言っております。他方で D は後者に見切りをつけていて事故の有する株売却することを考えていて、 D としては保留と、で買い取り求めたんだけれども こっちも保留とこうなっております。この時点で譲渡制限株式の売買をしようとしているということでね、譲渡制限の取締役会承認の手続きも頭の中には入れといた方がいいですね。136条以下のところもね、ちょっと視野には入れといてください。自分なりの注意書きとしてね、136からというふうに書いておきます。はい、その後6番、 D は後者において営業時間内に A と面会し、で、D が株式 A を買い取ることを求めた、で A はこれ拒否したところ、では A が仕入れ先からリベートを受け取って疑いがあるために損害賠償責任の有無検討するために必要になるとして直近3期分の総勘定元帳及びその補助簿のうち仕入れに関する部分の閲覧請求ということで、おわーという感じですね。これね、帳簿の請求です。帳簿の閲覧請求で、これに対して A はどうすればこの請求撤回してもらえるかと尋ねたところ、では自分は後者に興味を失っている、でリベートを受け取っているかどうかはどうでもよいということで買取請求を重ねて求めたというような感じになっております。はい、買取が本音ということですね。買取ってもらうのが本音で閲覧請求をしてきているということで、2つほど思いつきます。目的外の請求じゃないかとかね、そんな感じのまあ主張が思いつくんですけども、まあ、そこはあの別に先に思いつかなくていいです。まず先に考えなきゃいけないのは帳簿の閲覧請求ということで、まず条文の特定ですよね。ここから入らなきゃしゃあないです。で帳簿ってどの辺に条文あったかなと、この辺の当たりの付け方ですね、ニアピンの出し方というのは非常に大事なところでね、帳簿っていうのはこれは計算に関するお話ですから、したがって計算あたりに条文があるはずだというふうに思ってください。そうすると計算ですので400条の半ばあたりということになるはずですね。なので400条の半ばあたりをちょっと探してみようというふうにするといいと思います。で、そういうふうにして考えていくと400条の半ばあたり、まあ、取締役の責任等が終わったあたりからね、調べていくと、おーと、これラッキーですね。早いうちに見つかります。433、ね、早いうちに見つかります。433、
会計帳簿の閲覧等の請求ということで、まあ原告の請求としてみたらこれは433条の1項だなということがわかりますし、はい、かつあれですね、紙ですね、紙で作成されているということで帳簿の閲覧請求ですね、これしてますので、まあ1項1号の請求だというところをね、考えていただいたらいいかと思います。で、拒むための主張ということで、まあ閲覧請求でありますけども、一種訴訟要件的なものとね、それからまあ法案要件的なもので何か反論できんかなということで、4331項ちょっと条文読んでいくと、総株主議決権100分の3以上の議決権に移る株主、100分の3はあるなということで、ここの否定はできないわけですね。100分の3以上はあるよと。で、かつ営業時間内に来てると書いてますので、4331項の要件満たしているということは、触れといたら加点かもしれませんね。なので A の反論としては2項以下を見なきゃしゃあないです。前項の請求があった時、株式会社いずれかに該当すると認める場合を除き拒むことができないということで、まあ拒む自由ですよね、これを考えていこうという感じでするといいですね。で、大体のこの辺の匂いの感覚、配点の量ですね、匂いの感覚持っておくといいですが、25点というのは答案の分量でいくと 1.5 ページ前後になることが多いです。大体2つぐらいはあるというふうに思っておくといいですね。25点ぐらいの配点だと反論としては2つぐらいというふうなのが、まあ相場かなという感じがします。なので1号以下で2つ見つけられたらラッキーという感じですね。で、1号、当該請求を行う株主、その権利の確保または行使に関する調査以外の目的で請求、ドンピシャ、まず1個来たという感じですね。1号、買取請求のためなので、目的外だと、こういう反論が成り立ちうるかなという感じがします。で、この買取請求が本音でして、買取請求がこの株主の権利確保行使に関する調査に当たるかというと、多分当たらないと思います。譲渡制限株式ですから売れないのでね、本来ね。で、そもそも譲渡制限株式を売る売らないという話は、これは株主の権利行使とはちょっと直接関係しないという話があります。これは利益共有のね、判例の中で出てくる話ではあるんですけれども、株主のその売却で、株主権の地位の譲渡というのは、これ株主の権利行使と直接は関係するものではないということで、これは1号該当する、ね、1号の拒否自由に当たるというふうな主張がまず1点できるかなと思います。はい、ということで、まあ、買取請求、これが株主の権利の行使に関係するかというところをね、自分なりに解釈して当てはめすると、まあ、少なくとも解釈できなくても買取請求というものが株主の権利行使とは直接関係しないという結論だけでも結構です。理由付けが思い浮かばなかったら別に理由付けなくてね、もう書いていったらいいです。で、株主の権利行使に直接関係するものじゃないので、これは目的外の請求であるというふうに考えていただいたらいいかと思います。本来のこの責任追及のためであれば、これはもちろん権利行使に関するものです。代表訴訟というね、代表訴訟という権利行使に関するものに本来責任追及であれば成り立ちうるんですけれども、そうではない譲渡のためであれば、これは違うということになっていきます。はい、次2号、当該株式会社の業務遂行妨げ、または共同の利益害する目的で請求、これは当たらなさそうですね。特に何かこれにピーンとね、反応するものではないと思います。邪魔するためとか妨害するためね、その辺はちょっとなさそうなので2号はなしということでいいでしょう。次3号、請求者が当該株式会社の業務と実質的に競争関係のある事業を営み、これに従事、これだという感じですね。3号、競争関係の事業を営んでいるかと、まあ、この件検討していただいたらいいかと思います。で、同じようにまあハンバーガーショップやっていると、ハンバーガーショップの全株主であるということからですね、実質的に競争関係を営んでいるに当たるかどうかというところを考えます。で、今回はまあエリアが違う、協業取引に関する判例でいくと、市場における競合可能性があるものを協業取引として考えたと、そういうふうに考えると、今回まあ近畿圏と関東ということで完全に証券が違うということで、事業において市場においてね、
競合する可能性のある取引を営んでいるとは言えないというふうになるのかなと思いますね。まあ、ここは CF35611号、協業の当てはめですよね。協業に関しての当てはめ、まあ、判例を、ね、意識していただいたら結構ですが、市場における競合可能性があればいいと、こういうことで、市場における競合可能性がないということで、これは協業取引には当たらないということでいいでしょう。はい。で、できたらこれね、悩みを見せるという意味で、確かに、ハンバーガーですね。ハンバーガー営んでる、プラス 100% 株主として支配している。営みですね。これに当たりうるんです、ね。請求者が会社の業務と共存関係の事業を営みには当たりうると。しかし、という感じですね。しかし、協業というのはどういうものかというと、市場における競合可能性が必要だと。で、本件では市場が違うので競合可能性なし。したがって、3号には当たらない。こういう感じでね、悩みを見せる答案としては、トゥルーバットという形で書いておくといいですね。そんな感じで書いていくと、まあ、加点10も狙えるね、書き方になっていきます。はい。ということで、まあ、ここまでで大丈夫ですね。2つ思いついたらね、おおむね OK だろうと思います。4号、これも違いますね。5号、これもないので、2、4、5、これはない。まあ、一言ね、入れといてもいいですね。2号、4号、5号、10はないと。なので、1号、3号の検討をする。で、1号、3号について、それなりに解釈して当てはめできたらいいんじゃないかなという感じですね。はい。ということで、まあ、最低限、条文に触れる一応の水準です。条文に触れて何らかの当てはめすることですね、これができていれば一応の水準で、その中で1号3号の文言に関して適切な解釈をそれなりにしていると、理由が不足していても良好になるだろうと思います。まあ、過去のね、須大趣旨採点実感との書き方がするとおそらくこのあたりになると思いますね、適切に、まあ、解釈しようとしているね、そういうのがあれば良好にいって、でそれがもうね、これは素晴らしいというふうな解釈当てはめがなされていれば優秀という感じになっていくのかなと思います。でこの辺は加点をどんどん狙うということで、この辺ですよね、加点自由に当たりうるところね、今ちょっと丸でしました。4331号の要件満たしているというふうな説明をまずすることであったりとか、あるいは3号について確かにしかしという形で反対方向の事情にも触れておくというふうにすることで、1点2点の加点がもしかしたらあるかもしれんと、まあ、これも後々大きくなる可能性がありますので、取れるところは取ろうという感じで貪欲にしておいてもいいと思います。はい。まあ、これでおそらく良好はいけてるだろうという気がするんですけどもね、この辺までまあ考えられたら大丈夫かなと。まあ、私の現場での思考でね、困った時条文ね、条文まあ仕方ないですね、探していくというふうなことをやっていくしかないのかなという気がしますね。はい。まあ、ちょっとね、やりましたけど、まあ、条文わかんない時ですね、ニアピンにたどり着いたら本当にいいのでね、ドンピシャでいけなくてもね、会社法は仕方がないというところありますので、近いところにたどり着くというのは非常に大事です。その意味では、いきなり条文番号をね、検索しようとするんじゃなくって、目次に行くのもありです。で、目次から逆算、逆引きというかね、そういうのをしていってもいいかと思いますね。まあ、ついでなんで、ね、残りまあ、一応、5問ほどね、検討することになりますが、一応、ここで前半終わるというのもね、なんかあれで、若干時間的に余ってるんでね、すいません。ちょっとまあ、目次ですね、そこからまあ、行くということで、会社法の目次ね、もし持ってる方ね、持っといてください。見といてください。はい。わかんないときですね。まあ、ここの目次から当たりをつけるというね、こういう感じにしていくのもありです。で、株式会社に関してのね、その条文の並び、これは最低限持っといてください。まず、設立から行って、株式に行って、で、まあ、株式に準ずる新株予約権が入って、で、その後、期間が来て、計算と定款変更、事業譲渡、解散、清算というふうに並んでるね、この章の並び、これはインプットしとく方がいいと思います。でこの章の並びを意識して最後にこれ企業、事業再編ですね、組織変更等がまあ並んでるという感じになるんですけれども、まずこの並びを意識すると、さあ今回の閲覧請求ですね、帳簿どこに来るかなというふうに考えたら、まあ消去法で言って計算しか残らんですよね。いいですかね、消去法で言ってもこれ計算しか残らん、まあ期間少し関わりそうな気もせんでもないですけれども、計算、ここが一番ドンピシャになってくるはずです。でそういくと第5章を会計の原則、会計帳簿と、あ、
第2節432あたりだと。ということで、ここから432に飛んで入っていくというふうにするのもね、これは考えられる方法です。あと、まあちょっと、ついでなんで、すいません、言っておきます。組織変更に関して、組織変更に関しての条文の学び、私の入門講座ではね、お話する話ではありますけれども、組織変更は、まあメインとしては第2章以下ですね、ここが使われていきます。で、第2章以下の条文の学びってどうなってるのっていうと、第2章から第4章が、要件効果が並んでます。合併の要件効果、分割の要件効果、それから、交換移転に関する要件効果、これがまず先に2章ずつぐらいのセットで並んでいってます。で、その上で、第5章で手続きが来て、で、第5章の第2節、吸収合併等の手続き。で、第3節で新設合併の手続きで、新設型と吸収型で分けてるんですよね。で、吸収型についてはどうなってるかというと、第1巻、合併消滅会社とか、分割会社とか、交換完全子会社とかね、要は弱っちくなる方ですよね。弱っちくなる方が第1巻のところに来て、第2巻で強くなる方ですね。これが、まあ、並んでると。ここの条文の並びも、まあ、今年はね、直接は関係しませんでしたけれども、来年以降のことを考えると、この組織変更の条文、ね、まあ、組織変更に関する条文を大幅に改正されてからもう数年ね、経ってくるような感じになってますので、ここ狙われてもおかしくないね、ところであります。したがって、条文のこの組織変更の並びについてもね、ちょっと意識はして、的確にインプットというかね、的確にこう拾い出せるという状態になっておいた方がいいかなと思います。まあ、特に最近ね、議論が出てきているのが、この分割の中でも、差外的な分割の効果とかね、差外的分割の条文ってどこあったっけとかね、そういう風になっちゃうとね、大変なところもありますね、差外的条文ね、ちょっと、まあ今日の、課外で結構ですけど、ちょっとやってみるという感じにしてみるといいかと思います。はい。ということで、まあ条文に関してのお話もね、ちょっと入れておきました。はい。ちょっとまあね、早いですが、切りもいいとこなんで、一旦ここで10分ほど休憩入れまして、後半ですね、設問に、5時23分ぐらいからね、再開したいと思います。はい、そしたらじゃあ後半の方に入っていきましょうか。後半問いの2以下ですね。それから民訴に入っていくという感じでしたいと思います。はい、問いの2に関して、まあ事実関係ね、質問1の、後の方から見ていくという感じでしたいと思いますが、7番からですね、そこから見ていきます。後日 D が A に対し、AC 間の対立、これは知ってるんだけれども、株主総会で解任議案出た時には反対するつもりであると、こんな風に言っております。はい、ということで、まあここのね、A の方も C を解任しようと。いうふうに考えているけれども、A デーカーの話ですね。A デーカーのお話の中で、対立知ってるよと。でも C 解任には反対だと。いうことで、まあ、デーさんの明示の主張ですね。これが上がっています。で、その後 A、次の株主総会。で、C 解任する議案提出ことを考えてたけれども、D が反対すると否決される。で、なんとか買い取ろうというふうに、これを決意します。ただ、譲渡制限株式ですのでね、あれーと、136条以下の話ってきっと来るんだろうなというふうに思いながら読んどいてください。はい、その後、8番。G に対して買取を持ちかけたところ、G はこれに前向きになったと。で、適正な価格は2400万。で、買取資金としては1600しかない。足りない800万については平銀行から借りる。というね、こういうことで、で、G、後者、2月2日以下のような契約を結んだと。こんな風になっております。はい、ちょっとここには書ききれないのでね、すいません。次のページに書いちゃいますが。A、D、G ですね。この3社と、それから後者ですね。A、D、G。とりあえず、まあ、三角関係で書いておきますが、まず、あと後者か。はい。D が後者に対して持ってる株。これについては、G に売ると。こう言っております。で、2400万。で、2番。後者は、G が、平銀行から借りる際に、連帯保証すると。で、G は、G、後者は G に対して保証料は請求しないと。
保証料は請求しない。こう言っております。次、カッコさん。では、27年3月25。自らは出席せず、栄誉代理人として議決権の行使に関する一切の事項を委任する。こんな風に書いてあります。はい。この時点で、代理人による議決権行使ですので、312。まあ、ちょっとこうね、思いを馳せるという感じにするといいでしょう。はい。そのような契約を、まあ、ちょっとなかなかややこしいね、感じでありますけれども、後者が G のために連帯保証をするというね、なんかちょっと臭いなとね、この G と A はほぼ一体のような、ね、そういう感じからすると、なんとなく利益相反っぽい匂いもプンプンしてくるわけね。ここは匂いでね、感じられた方は素晴らしいという感じがしますけどもね、今回後者なんですけども、G、ほとんどね、これは A の身代わりみたいなもんですよね。その A の身代わりみたいなものが借りる際に、後者の連帯保証をする、ね、利益相反っぽい感じです。取締役と会社、利益相反するという感じですね。会社にマイナス、取締役 A にプラスというね、そういうふうになりうるところでして、ここは、直接取引じゃないので、3号の利益相反ももしかしたらあるかもなというふうに、念のために書いておくというふうにしてください。検討するかどうかは別として、とりあえず当たりうるかもなというね、アンテナ、もし気づいたら、その時点で書き込みしとく方が望ましいだろうと思います。さあ、その後9番。27年3月10日、平銀行と G ですね。平銀行と G が800万について融資契約を締結し、で、適法の取締役の承認決議を経て、連帯保証契約を締結したと。まあ、ここは362の4項ですね。362の4項2項。この要件はクリアしているということであります。はい。それで、保証料の支払いも受けていない。で、実際に保証料については適正額60万だというふうなことが書いてあります。数字が書いてあります。で、設問2の括弧の2に役員の責任って書いてますので、数字が来た責任論、あ、損害の額だと。損害の額でもしかしたら拾うかもしれないなというふうにね、9番のところは見破ってください。60万のところにね、損害はてなぐらいをね、入れといてもいいかなという感じはします。60万。損害というね、これはちょっと書いておいてもいいだろうと思います。はい、10番。後者は適法の取締役承認決議に基づいて3月25日の定時総会、これを、やるとして招集通知を発したと。で、会社提案として C 解任で、株主提案として A 解任という議案がそれぞれ提出されたというふうになっております。はい、27年3月25日総会 A、C それぞれの解任議案が出ています。で、11番総会には A、B、C が出席と。で、D も、議決権行使については A に委任するという委任状を交付して自ら出席せずと。こうなっております。で、本件総会で、C、取締役から解任する議案。C が反対したけれども、A、B。で、代理人 A 賛成で可決と、こうなっております。気づいてください。ここで、お、賛成したらあかんやんと。で、反対や言うてたのに、なんか賛成や言うてますね、これね。ちょっとここになんか問題ありそうです。さらにその後、 A 解任の議案、あ、逆だ、すみません、 C 解任の議案ですね。 C 解任、逆にします。A 解任の議案についてはさあどうか。中と、その後、C が提案理由として不正の受け取り、リベート受け取りについて説明しようとしたら、これ関係ないとしてこれを制止し、で、直ちに採決移り、で、C が賛成したのみで、賛成。で、否決と。されてますけれども、C の説明、これが妨害されてます。これもなんか臭いなという感じがしますね。なんか臭いなという感じがします。その上で12番、27年の4月1日、平銀行 G に対して800万の融資を実行。
で、G は出に対して代金支払い。で、譲り受け、株価の引き渡し受けだというふうに書いてますが、あれれ、譲渡承認手続きどうなってんだという感じがしますね。12番のところね。譲渡はどうも済んだと。で、13番、事実を知った C が4月15日に1、2について、決議の取り消しの訴えと。はい、これについて、取り消しの訴え。否決の取り消しになっているということで、ここでもね、また一つ気づきますね。否決の取り消し、およっと。最新の判例があったなという感じですね。28年だったかな、ありますけれども、否決の取り消しでは OK だっけと。まあ、過去問でも一度出てますんでね、ここはまあ、すぐに気づける内容だろうとは思います。はい、さらに14番、G 銀行。G が平銀行に対する借り入れ金債務弁済できなかったので、後者。保証債務弁償したと。弁済したと。で、急所応じてないというふうになっておりまして、おやーという感じですね。急所権800万、これがある状態ではあります。で、お金の面でいくと、あと損害の60万になりそうなものもあるので、この辺はどうも2の括弧の2で考えるのかなという感じでしょうね。はい、事実関係としてはまあこれこういう感じでありますけれども、ちょっといろいろと考えることが多い、ね感じです。50点でそれぞれが25点ずつだとしてもね、かなりそれぞれのちょっと検討要素ね、多いかなと、検討内容多いかなという感じがします。はい、でまずは括弧1、決議取り消しに関して C の立場で考えられる主張とその逃避で、招集手続きに問題はないというふうなことですので、まあ、831ですね、そこからまあ行くということには当然なっていきます。で、831の、まずは訴訟要件の確認はしておきましょうね。訴訟要件の確認として明示で書かれている株主等原告適格から3ヶ月以内ですね。これがクリアされているというところはまずね、説明をしておいてください。株主である C が3ヶ月以内である4月15日に取り消しをしているので、出訴期間も問題ないというところはね、どちらも共通の訴訟要件としてクリアしているというところは説明しましょう。はい。とりあえず、限的。出訴期間、これは OK ということになりますので、あとは法案要件を考えていくとならないですね。解任の否決の方ですね。これちょっと悩ましい問題があります。自分の知ってる判例からすると、否決の取り消しについては訴えの利益なしですよね。訴えの利益なしで訴訟要件で切れちゃうと、あれ法案要件一切考えないでいいのかと。法案要件のところに何か臭いものが入ってるんですよね。 C が説明をしようとしたら妨害したというね、ここ使えなくなっちゃうんですよね。これ受験生としてはちょっと一番怖いところですよね。なんか点になりそうなところが目の前に、ね転がってるのに、それに言及しないまま終わっていいのか、これは少し悩んでください。いきなりこれね、訴訟要件だけで否定してしまうと話が続かないんで、先に法案要件としてはこういうのがあるけれども、訴訟要件満たさないので認められないというふうな感じで工夫をするというのがまあ望ましいのかなという感じがします。確かに法案として A 解任について説明妨害、これがあります。で、説明妨害をどの違反として捉えるか、1号2号3号、提案者の説明っていうのは株主総会の手続きの中に条文としてはないんですよね。質問権株主にはあるけれども、説明するという権利はないんですよね、株主にね。なので314使うのはちょっと気持ち悪さがあります。314条の説明義務違反とか、その前提としての質問権の妨害というね、そういう形ではちょっとしにくいと思うので、もしやるとしたら1号の中でいくと著しく不公正、これに言ってしまえばいいかなというね、感じがしますね。著しい不公正という、まあ法案事由ですね、これがあり得ると。提案理由として提案者が説明しようというのは、公正な決議のためには不可欠なものであるとかね、なんかそんな感じのでっち上げをするのかな、にもかかわらずその説明の機会を一切奪っている点で著しく不公正と言い得ると。で、さらに A の解任です。
A が関わっていいですかという感じが出てきそうですね。 A の解任の話なんで、特別利害関係にこれが参加したことで著しく不当な決議がされた、これはあり得る話ではありますが、はい、法案自由が以下にあったとしても訴えの利益で消えてしまうので、あんまり長々と書くのは得策じゃないでしょうね。はい、とりあえず否決の訴えの方は認められないというふうにせざるを得ないかなと思います。はい、否決の訴えの方についてね、確かに法案自由として、ね、著しい不公正に当たりうるもの、それから A 解任されようとしている A が、他の株主と共有しない利益ね、これ持ってますので、特別利害関係人に当たりうるという点で3号の、まあ、一応で、瑕疵が当たりうるけれども訴えの利益なしということで、認められないというふうにしていただいたらいいかと思います。ただまあちょっと厳密に考えてくると3号を満たすかどうか微妙ではありますけどね、特別利害関係人が議決権行使したことによって著しく不当、著しく不当かどうかってね、そこもまあ満たすかどうかちょっと微妙ではあります。今回まあ本当にリベート受け取ってるというね、これがあるんだったら解任の否決は不当だということは言えるかなと思います。あと A が加わったことによって否決された、まあ、多分因果関係もね、多分言えるかなというね、気はするんですけれども、いかにこれらを言ったとしても、ちょっと訴えの利益で切れてしまうということになるかなと思いますね。はい。他方で C 解任の可決。ここについてはどうか。ということで、訴えの利益の問題生じませんので、法案要件を粛々と、まあ、どっちかというと丁寧に検討した方がいいかなという感じがします。はい。で、まず一個思い浮かぶのは、本人の意向と異なる代理人による議決権行使です。これをどう見るかですね。本人の意向と明らかに異なるんです。本人は賛成するつもりはないというふうに言ってるのに賛成に回してしまったというところで、ここは何らかの形で瑕疵に持っていきたいところですね。で、ここは310条が代理人による議決権行使の条文でしてね、310条310条のところで、まあ、代理人で議決権行使することはできるというふうには書いてあるんですけどもね、その代理人の意思に反して云々というのは、まあ、条文上は書いてません。条文上は書いてませんけれども、本人の意思に反する場合は、代理人としてのその権限行使ね、代理権、これを失わせるという理屈はあり得ると思うんですね。無権代理人ですよ、要は。ね、本人として見たら、その意向と違うというのであれば、その、議決権任せるというね、それはないはずなので、本人から任されたその制約に反した、という点で代理人による議決権、代理権がないものによる議決権と同視するべきだというふうに考えることができるかと思います。まあ、理屈としてはこんな感じですね。D の文について代理権なき者による議決権行使と同視できるという点で310条1項違反と同視するという感じですね。法令違反と同視する。310条1項違反と同視する。ここちょっと頭ひねるところですね。本人の意向と反するというところで、なんかこう法案の違反に持っていきたいところでね。ここは310条1項違反かな。これと結びつけてもらえたらいいのかなという気はします。はい、他方で、特別利害関係人である C が参加しているというね、そこはあるんですけども、 C が参加したことで不当な決議がされたわけではないのでね、そこは今回3号はないかなという感じがしますね。はい、310条違反がこれが831の1項1号。決議方法の法令違反かな。決議方法の法令違反。これにぶち込んでしまって、
350については C が参加したことでおかしな決議されたかというとそれはないんでね、C の参加によってその決議がおかしくなったかというとそこはないということで、350はちょっと難しいでしょう。はい、その上で1号の違反がありますので、できたら裁量棄却ですね、そこにも触れといた方がいいかなという感じがしますね。訴え提起があった場合において、召集手続き決議方法が法令定款に違反するときであっても、違反が重大でなくかつ決議に影響を及ぼさないものであると認めるときには請求棄却と。違反が重大でないかどうか、議決権の今回 D の分ですから250株ですよね、4分の1にわたるもの、これがおかしなやり方で、5分の1か、5分の1ですね、200株、これが、おかしな使われ方がしたというところで、その議決権という重大な権利が、おかしな使われ方した点で違反は重大であるというふうに言うべきでしょうし、決議に影響を及ぼしますね、これね。D が反対していれば、今回の定款で3分の2で、解任決議しなきゃいけないと。D と C が反対したら550しかないんでね。D と C が反対したら550しかない、つまり特別決議成立してなかったはずなんですね。なので決議に影響も及ぼすということになるだろうと思います。なのでこれは裁量棄却もないと、こうなるのかなという気はします。さあ、そういうことで、この代理権の問題ですね、代理による議決権行使のところをちょっとどう工夫するかというところが、まあ、一番のこの問題の肝だったのかなという、ね、感じがします。はい、否決のところはまあ絶対取ってくださいね。否決の取り消し、ここはもう判例があるところでね、もう大丈夫、ね、ちゃんと取れるというところでしょうから、ここはしっかり取ってください。で、他方で C の解任のところの可決ですよね、これがおかしいんじゃないかということに関して、まあ、一応はこれ考えているのは意向が違うというね、そこから無権代理人的な扱いをして310条1項違反、そこに結びつけて、決議の可視ありで裁量棄却もない、まあ、そういう論述が、ね、可能なのかなという感じはしています。はい、括弧の2いきましょうか。はい、株主として責任追及との訴えを提起する場合に AC の AG の責任に関して C の立場で考えられるでしょうということで、 A と G の責任ですけれども、まあ、訴えとしてはこうなりますよね。こういう847条の代表訴訟であるというところで、まあ、心配な方は847条の訴訟要件を満たしているというね、6ヶ月前から引き続き株式有するなんですが、まあ、2項で非公開会社ね、継続保有要件いらないとこうされてますので、まあ、非公開会社で継続保有要件いらないというところから、株主であり847条の訴えですね、責任追及はなし得るというふうなところ、まず簡単に触れた上で、対 A 対 G ですね、この責任追及で何があるかというのを次に考えていきます。で、 A に対する請求、はい、A が今回何したかというところをもう一回振り返ってみます。はい、A が何をしたか振り返ってみますと、今回ちょっと怪しげなのはまずこれ連帯保証ですよね。これをした点というところがちょっと臭いところでね、会社に不利益なことをやっとるんで、これをなんとか責任原因に持っていけへんかというところが1点出てくるでしょうか。はい、でこれでいくと、まあ423でしょうね、おそらくね、423任務形態で、任務形態利益相反ということで、任務形態の推定条文がありますからね、それをまずはちょっと考えてみたいと。利益相反で損害が生じたということで、この推定ですよね、423条の3項で、今回は決定したなので2号かな、ないしは利益相反する取締役として3号にするか、まあ、2号3号があり得るところではあります。このあたりはちょっと考えれるかなという感じがしますが、ちょっと利益相反そのものが微妙です。
356条の1項3号、今回は間接取引に、ね、なってくるはずでして、連帯保証契約ですからね、後者が取締役と契約したわけじゃなくて、取締役以外のものと契約した。なので、3号自由、これを3号6でいくと、1項3号でいくと。で、この利益相反の認定については、外形上、客観的に、取締役にとってプラス、会社にとってマイナスと、これがいるんですよね。はい、外形上客観的にという話は、まあ、親権者の代理権乱用とかね、その辺でもまあ同じような議論するんですけども、代理権乱用じゃない、親権者による、ね、利益相反行為か、826条かな、民法のね、そこでも同じ議論しますが、外形上客観的に見たときに、会社にマイナス、取締役にプラスか。今回の連帯保証が会社にマイナスだけども A にプラスかと言われると、外形上客観的に見たら A にプラスとまでは言えないと。この連帯保証契約が A にプラスになる要素がどこで外形上見出せるかというと、外形上は見出せません。なので利益相反は軽くちょっと否定する感じでいいかなという感じがします。利益相反にはちょっと当たらないと。なので3項による、ね、推定、これが及ぶことはないと。ただ全館義務違反による任務けたいですよね。これはあり得るところです。なんで会社が連帯保証するのに保証料も取らへんのと。会社のためにベストを尽くすべき義務、これがあったにもかかわらず、これをやってないという点で、まあ、全館義務違反ですね、これの主張が考えられるかなとは思います。ただちょっとこれ法令違反がないとなると、まあ、いわゆる経営判断原則ですよね、これをかましていかないといかんのかなという感じがしますね。経営判断原則をかましていくと、まあ、今回ね、意思決定が著しく不合理だというところが言えるかな。事実認定そのものがおかしいということじゃなくて、その全くの第三者にね、連帯保証するに際して保証料ゼロとすることについての意思決定が著しく不合理であるということで、著しく不合理な連帯保証と。そもそも保証契約結ぶこと自体必要性がないですよね。G が借りるためにですよ、後者が連帯保証すること自体にそもそも必要性がないです。でなおかつですね、保証料も取らないと。何やねんそれと。意思決定として著しく不合理だということで、これは任務けたいはおそらくいけるかなと。であとは損害と因果関係のところで、保証料相当額はこれ間違いなく損害にぶち込んだ方がいいでしょうね。本来だったら取れたはずの保証料です、これが手に入れられてないということで、60万は間違いないでしょうね。問題、800万の保証債務履行させられたことです。求償権が残ってんでね、これね、 G に対する求償権が残ってるんで、これを損害と見るか、求償権あるが点点点ですね。これ悩まなきゃいけないところなんだなという感じがしますね。はい、対 A に対する423条責任、ね、これを考えるに際して損害が60は硬いですが、860までいけるかって言われると、うーんという感じがしてきます。求償権ですね、これが残ってるんでちょっとなあという感じはしてきます。というところが、まず423は最低限ね、できたら全館義務違反のところはしっかりと、で全館義務違反でも損害論はちゃんと触れとくと、これは一応の水準では必要になるでしょうね。423全館義務違反、まあ、経営判断まではね、必須になるかどうかちょっと何とも言えませんが、まあ、触れといた方が絶対いいのはね、間違いないかなと思います。その上で損害ですね、これが60にとどまるか860までいくのか、ちょっと僕は800はやめといてもいいかなという気がしています。まだ求償権ね、回収不能とまでなったわけじゃないので、回収不能が確定したら860という感じにね、してもらったらいいかなという感じがします。はい。
さらに G に対する請求ね、これがなんやねんというところが出てきます。項から G に対しての請求です。今回 G さん何したの、 G さん誰というと、まあ株を買おうとした人ですね。株を買おうとした人に対する代表訴訟と。847条そんなあったっけということで、まあ分かんない方はまず847から入ってください。で847の責任対象条文を確認しますと、役員の責任追及の訴えがまあ入ってるんですけども、その後102-2とか212の話とか285とか120-3項とかいろいろ出てきて、この辺から利益供与、株主への利益供与120だということで、120をちょっと考えるというのはあり得る話だろうと思います。で120条第3項ということで、利益供与に当たるかどうか、今回 G さん株主になろうとするものですが、株主への利益供与ですね、利益供与を受けたものは返還しなければならないということで、120条3項ですよね、これの検討をしていくというのが必要なのかなと思われます。はい、その上で、はい、難人に対しても利益供与してはならないというね、株主の権利行使に関し利益供与してはならない、株主の権利行使に関し利益供与、これに当たるかどうかです。で今回株主 A か G かどっちだと、おそらく A にしなきゃまずいと思います。譲渡制限株式で会社の承認がない状態ですので、G は株主じゃないです、まだ。いいですかね。から、G は、承認なし。まだ株主じゃありませんので、で、承認ない場合は、会社との関係では無効な売買として扱うわけですからね。したがって、A の権利行使に関して、G に利益が供与されたと言えるかどうかと、こういう視点で考えていかなきゃいけないのかなと思われます。から A の利益供与ね、 A の権利行使に関して A の権利行使に関して G に利益供与と、こう言えるかどうか。で今回 A、まあ、株式の売却に関してちょっと便宜を図ってもらったという感じですので、株式の売却がこの権利行使に当たるかというふうな話をまあ論じていくということになるんでしょうね。権利行使、売却が入るかと。でこれ今回2項の推定は働かんのかな、株式会社が特定の株主に対して無償で財産分利益の供与、これ株主に対しての利益供与じゃないんですよね、あくまでも G に利益供与しているというところなので、2項の推定はちょっと気持ち悪さがありますよね。株式会社が特定の株主に対して無償で財産分利益の供与で、今回特定の株主 A に対しての利益供与じゃないんですよね。A の権利行使に関して G に利益を与えたと、保証料60万をプレゼントしたとね、請求しなかったということなので、ここは G に利益供与の相手方、 G が利益供与の相手方ですね。2項の推定はちょっとまずいかなということで、もうそのまんまね、株主の権利行使に関しての120条1項の要件を満たすかどうかというのを考えてください。で売却が入るかどうかということで、まあ有名な判例がありますわね、株式の譲渡、基本的にはそれ自体は当たらないけれども、好ましくない
ものが議決権行使するのを回避するために、ね、なされたものであれば、これは利益共有に関し、株主の権利行使に関してに当たると。はい、好ましくないものの権利行使を防ぐ目的があれば、これは権利行使に関しに当たると。まあ、そんな判例が18年とかな、あったと思いますので、まあ、これをまあ触れていただくというのが望ましいところでしょう。で、今回はこれには当たらないでしょうね。好ましくないものの権利行使を防ぐというよりは、A 自身が自ら支配権を取るためというね、そういう目的ですので、まあ、ちょっとこの好ましくないものの権利行使を防ぐというね、18年のこの薬剤屋さんに売られそうになってるってね、薬剤屋さんに売られそうになってるのを防いだとかね、そういうのとはちょっと違いますので、ちょっとここは、まあ、判例からすると、利益供与としてはちょっと厳しいですね。権利行使に関しての利益供与というふうにはちょっと言いにくいかなという気がしますね。はい、ということで、まあ、G に対しての60万の請求ですね、これは難しいかなという気がします。はい、ただし、対 G に対してはもちろん求償権がありましてね、これが847の対象になるかどうか。で、これが時間がなかったら書かないというのもありかなという気がします。今回聞かれているのがね、AG の責任に関しての主張で、847の対象になるかどうかというのが、まあ、文字通りちょっと読みにくいんですよね。問いの2の括弧の2が、847の対象になるかどうかまでこう議論ね、求めているものとはちょっと読みにくいところありますが、心配だったら書いておいてください。株主に対してのですね、列記されてない責任追及ですね、それも847の対象になるかどうかという議論ですね。これはもう完全に未知の解釈論です。取締役に対してのそのね、取引に伴って発生した債務の責任追及と、これは847の対象にするという判例がありますけれども、その判例の射程が今回の株主ですね、株主でもない第三者ですね、第三者に対する、その約定債権の請求、これにまで代表訴訟が及ぶかどうかというと、これは基本的には及ばんかなという感じはしますね。第三者に対する契約上の請求権ですよね。まあ、これは当たらないというのもありかな。逆もあると思います。逆の論法をするとしたら、847は役員の相互の、ね、携帯による会社の損害回避だと、ね、慣れ合い防止というね、そんなお話がありました。役員の慣れ合いによって携帯される恐れのある債務であれば入れるべきだというふうなね、そういうまあ論法を立てるならば、まあ847の対象にはなりうると。まあ、ここは書いてもいいし書かなくてもいいし、ちょっと悩ましいところですね。対象になるかどうかっていうのはね、ちょっと自信が読み方からすると入らないというふうに思った方がいいでしょうか。書いても仕方ないと思います。現場でね、この辺はちょっとあ、これは考えなきゃいけないなと思って書いたというのは、これはもうちょっと責められないかなというふうに思います。なので、まあ、書いてもいいだろうし、まあね、書いたらダメというふうな採点実感が出るかもしれませんけどね、これちょっと問題文が読みにくいですね。2の括弧の2はどっちやろうとね、そういう悩みが生じますんで、まあここは加点自由扱いかなという気はしますね。書いたとしても加点自由扱いでマストの対象ではないだろうという気はします。はい、ということで問いの2括弧の2以上でおしまいかな。とりあえずこの G に対する請求の検討がなかなか現場思考で悩ましいね、問題がいろいろ入ってまして、少なくとも120を上げてそれなりの検討、これが一応の水準のラインでしょうね。でその上で120条のその要件に関して、権利行使に関する利益供与と言えるかどうか、判例を踏まえてある程度の言及ができていれば良好になってきて、それが的確に論理的にやっていれば優秀という扱いにおそらくなるんだろうなという感じがします。はい、なかなか難しい問題ですね。問いの2括弧の2以上でおしまいにしておきます。はい、最後174条の趣旨を踏まえた論述で、これを求められる問いの3、見ていきます。はい、B について、内紛が継続すると取引先の信用を失う。で、親族会議、これを開催して、A と C、B の提案に関して、次の通り合意したと。はい、兄弟間の合意があるわけね。まあ、こういう状態か。
B が軽率十分な経験積んできた。A 退任後は C も退任し、B が大トリを務めると。で、内紛解決したことをアピールするために、当面は A、大トリ会長、C が大トリ社長、B が取締役専務、それぞれ務める。で、後者は共同経営するというふうになっています。はい、当面。はい、こういうふうにしましょうと。で、800万の求償については、A と C が資金を、用意し、で、G から株式を買い取り、で、その代金をもって求償に、当たる債務の支払いに充てると。はい、G から買い取り、A と C。はい、その結果どうなったか、後者の株式に関しては、A が450、B が250、C が300、こういう風な感じになりましたと。で、それぞれ役員についてはこうなってます。役員 A 会長、C 社長、B 専務と、こういう風なところになってます。ところが29年5月、A が死亡と。で、他の役員に対し、15の合意に従って、自分が社長でやっていくと。で、C に対して辞めてくれ。というね、そういう風にまあ依頼したところ。依頼した上で B ですね。これが A の株を相続したと。はい、こんなとこで B がまあ700株というね、こういう状態になりそうです。で、名義変更は終わってます。はい、その後18番。後者の定款、当初から174の定めがあったと。で、C は15の合意に反して、C にとどまりたいと考えたと。そこで分配可能額との関係では450株全部について、定価の書き定めに基づき、後者が B に対して売り渡し請求できたけれども、過半数確保が いるということで、401株についてのみ請求することとしたと。ということで、なんかせこいな。はい、174条に基づき、450中401。これの請求をしたと。で、その下、定款書いてあります。当社は、相続その他一般証券に当会社の株式を取得した者に対して当が株式を会社に売り渡すことを請求できる。なん中条文があって、ああ、なんか174条中条文そんなあったんだなと、ね、なる方もあるかもしれないし、まあ事前にね、ちょっと勉強してた方、174ね、あ、この定款かと、ね、174条でいうところの定款がこれなんだなというふうにわかるかと思います。で、その後、C、取締役会で、適用の手続きに基づいて18の請求に対する議案、これを審議するための総会招集決議、これがされまして、20番、取締役会決議も続いて7月3日、臨時総会。で、臨時総会において、議長 C、決議から B を除いた上で、C のみが議決権行使して賛成したことにより可決されたというふうになっております。はい、決議から B を除いてというね、こう書いてありました。まあ、これ、特別利害関係人ですよね。特別利害関係人なので、除いたっていうね、そういうことなのかなというふうに思われますけれども、今回、決議の取り消しのね、問題じゃないので、ここのところあまり深入りしてもしゃあないですね。はい。で、この18の請求です。174条の請求に対して、質問さん、174の趣旨踏まえつつ、効力否定するために、B の立場での主張ということなんで、B の、いわば反論ですよね。これをしてくれということになります。はい、後者から B に対して174の請求が来てまして、これに対して B の反論をしてくれと。こういう問題です。なので、まずは174の要件満たさないという反論があり得るかというところなんですが、174、相続その他一般承継で、当該株式会社の株式確保、上等制限株式に限る取得したものに対し、売り渡すことを請求できる旨で定款定めると。要件満たしてますね。一般承継、上等制限株式と、両方クリアされているので、174の要件満たしています。で、175売り渡し請求ですよね。はい。定価の定めがある場合について、まあ、決議で定めなきゃいけないということで、今回決議がありますので、請求要件は、表面上はクリアしているということになります。そうなると何を主張したらいいのか、ちょっと戸惑いますが、問いの3の問題。174の趣旨を踏まえせず、これが大ヒントです。174の趣旨を踏まえて、現場思考しろと。こういうことでしょうね。表面的には174の要件満たすような感じなんだけども、174の趣旨から考えて、後者の請求否定しろと。
174の趣旨が当たらないんだと。だから174は使えないんだと。こういうふうな主張を考えてくれと。おそらくそういうことかなと思われます。まあ、未知の条文の検討ということになりましてね、ここはそんなに差がつかないかなという感じがします。ほとんどの人ね、そんなにうまくね、できてるところじゃないだろうという気がします。はい。で、174条の趣旨で何だろうということで、譲渡制限株式、一般承継の時に会社が買取請求できると。分かんない時には誰のどんな利益を守ろうとしているかということを考えてみてください。この174条は誰の利益を守ろうとしているか、多分会社の利益です。いいですかね。会社からすると株主が相続を起きて、よく分からん人が相続人として入ってこられると困ると。なので、その相続人の権利を行使させないために会社の利益を守ろうとしているというふうに、まあ、見破るということになるでしょうね。譲渡制限株式というのもヒントでね、好ましくない相続人、これが入ってくることで会社の利益損なわれるのを防止する。まあ現場志向でやったときに趣旨として書ける、ここまで書けたらまあ同じです。好ましくない相続人が入ってくることで会社の利益が損なるのを防止しようと、おそらくまあそういう利益を守ろうとしてるんだろうなというふうに思いますね。あともう一個あるとしたら、これ一般相続ね、相続の場合なんですけれども、散らばることがあります。会社の株が共同相続という形で多数に散らばると、はい、これ書いてもまあありですね。相続による分散等もあって会社の利益損なわれるのを防止すると。相続の場合、共同相続であればなおさらそうですね。分散する恐れがあるというところでね、それらによって会社の利益損なわれるのを防止しようと、まあそれもありだろうと思います。はい、でこれに当たるかどうかです。今回 B ですね。好ましくない相続人かというと、もともとから役員として入ってたわけでね、株主も持ってたわけで、好ましくない相続人という前提を書くと。それから相続による分散も今回ないです。単独相続してますので、したがってこの174の趣旨の前提を書くということで、174条請求する前提がない、こういうふうな主張をまあしていこうという感じなんでしょうかね。はい、 B に該当せずと、こんな論法でどうでしょうかね。あともう一点、会社の利益守るのが目的でして、今回174の請求したのは誰がしたか、ちょっと C がしてるんですね。 C が支配権獲得のためにやってるということで、本来の目的から逸脱してるんです。つまり、あんまり使いたくないですけどね、権利乱用構成、これはありえます。会社の利益守るというのが本来の目的なんでね。ただ今回やろうとしてるのはそうじゃなくて、 C が支配権取るための構成をやってるんです。なので権利乱用だというふうに言ってることも可能かなという気がします。はい、本来の趣旨から逸脱した方法であると、こういうね、論法になります。まあこの辺かな、せいぜいね、書けるとしたらこの辺がまあ限界かなという気がしますし、あとまあ入れときたいのはここですね。一部ですね。一部請求なんかできるのかというところですね。この趣旨からしたら全部請求が本来のあり方であって、一部請求もやっぱり権利乱用だというふうに持っていくのはありかなという気がしますね。一部請求はダメだと。これらの趣旨からするとね、全部請求が大前提であって、一部請求がなされることは想定されていないと。174の趣旨からね、全部請求のみが想定されているんであって、一部請求は決して許されない、こういう形もね、考えられるかとは思いますということですが、まあ、25点しかないんでね、とりあえず自分なりに174の趣旨考えてください。誰のどんな利益守ろうとしているか、
で、今回だったら、まあ、会社の利益ですね。譲渡制限株式のところから入ってくると、会社の利益守ろうとしているというふうに、まずは特定してください。で、なぜ、どういうふうに会社の利益守るかっていうと、好ましくない人が入ってくるのを防ぐ。少なくともここまでかけるのが望ましいです。譲渡制限だからね。譲渡制限株式だから、そこまでかけるのは望ましいかなという気がします。で、そこまで書いたら、一応の水準ははるかに超えてるかなという感じがしますね。はい。こんな感じで、まあ、ちょっと難しい問題だったかな、会社法はね。会社法は、あまり差がつかない、ね、感じになるかなという気がしますが、問いの1から問いの3全体言えるのは、会社法はちょっと今年は若干難しめというね、そういう言い方ができるかなという気がします。なので、まあ、会社法でね、そんな、失敗したなと思っている方は、そんなに落ち込まなくて大丈夫です。多くの方がね、苦しんだだろうという気がしますんで、まあ、会社法についてはそれなりに、条文に触れられているというふうなことがあれば、まあ、それなりに戦えるね、形になっているだろうと思いますんで、まあ、会社法で失敗したとか思わなくて大丈夫よというふうにね、言っておきたいなと思います。はい。次行きましょうか。民訴入ります。あ、すいません。参考答案もちょっとだけ触れときますね。参考答案、16ページ。問いの1に関してはようできてるなって感じがします。設問1についてね、ちょっと書きすぎてますけども、まあ、ある程度ね、書けてますんで、問いの1はかなり参考になる答案でしょう。で、問いの2が若干ちょっと残念ですね。問いの2が、可決された解任決議に関して、特別利害関係にしかちょっと書いてないんですね。で、代理人の、その、なんていうかな、その、本人の意思に反した代理権行使というところでね、これがちょっと丸々抜けてるという感じです。なのでその点でちょっとね、問いの2に関しての、この参考答案はちょっと評価が下がるかなっていうね、そういう気がします。はい、それ以外のところはまあ利益供与も書いてるし、から全館義務も書いてるしね、まあまあいいかなというね、そんな感じがします。で、最後の174条ですね、これについても同様で、まあ、それなりに考えられてるかなというところでね、まあ、問いの3に関しても一応の水準ははるかに超えてるね、答案だろうという気はします。はい。さあ、最後、民訴入っていきましょうか。で、まあ、民訴という科目そのものの特性ですけれどもね、受験生のほとんどがわからないまま書いてるんですよね。そういうところもありますので、まあ、民訴そのものもあまり差はつきにくいところではあるかと思います。今回の問題、ね、検討していきますが、わかんないとき、まあ、どうするか、とりあえずもう粘ってくださいね。結論を左右する原理原則何かなとかね、あるいは当事者の主張で何か構成できないかなというね、そういうふうな視点でいくといいでしょう。はい、配点が433。まあ、いうことで、頭が重たいんでね、時間配分、そんなところはね、気づかなくても大丈夫かなと思います。はい。問いの確認していきますと、問いの1、課題答えろ。ああ、有名な話ですね。問いの1、しかも2問ありますね、課題がね。なので、一つ一つは20点ずつ。そんな配分にしておきましょうね。はい。設問2、30点。これ課題1個です。問いの3、課題じゃない。珍しいですね。最近では かなり珍しい問題でありますが、問いの3、主張あ、いいのそれぞれの逃避を検討し、高裁の上訴裁判所がこの控訴の適法についてどう判断すべきかと。うわぁ、控訴審来たって感じですね。控訴審来たというふうに一瞬ちょっと戸惑うところでありますが、実質は控訴の問題じゃなかったってね、そんな感じではありますが、まあ、控訴、やっぱりそろそろね、狙われるなというところでありますんでね、控訴審について、まあ、来年もし受験される方はちゃんと勉強しておくというのが望ましいだろうとは思います。はい、問野さん、とりあえず主張の逃避というね、それから控訴の適法性。何が聞かれるかわからんね。問野さんはちょっとね、ビビるところで、ちょっと時間残しておきたいですね。問いの3のため考える時間、これはちょっと残したような形でね、進められるのが望ましいところであります。はい、上から見ていきます。損害賠償請求について遅延損害金は検討しない、ね、問題にしないから、本部にあらゆる場所のうち、公主は公地方裁判所の管轄で、お寿司は乙地方裁判所の管轄内にそれぞれ所在で、土地管轄、事物管轄有することを前提にというふうに書いてましてですね、管轄の問題かいと。ね、管轄来るかってね、ちょっと警戒はしといてください。ね、管轄について何か言及しなきゃいけなさそうな感じですね。とりあえず、いずれもが、土地管轄、事物管轄は有することは前提にして良いというふうにはなっております。はい。その上で事例、入っていきましょうか。A、B、C、それぞれ自然人で、A、C がこうしない。で、おつしないにおるのが B と。で、A は、お寿司内。で、B が運転するタクシーに乗客として乗っていたと。はい。で、乗客したところ、B のタクシーと C の車。これが、事故を起こしたと。こんな感じです。
なのでまあ一応 A からすると B や C に対しての請求ができるわけですね。まあ民法的にいけば共同不法行為としての請求が考えられるということになります。はい。で、この後 A は、応急措置を受けた後、まあ、病院に入院して治療を受け、で、治療を続けたというふうになってます。で、ここまでは争いがないという前提であります。はい。その上で、A の主張について症状固定後、A、L1、これを代理人に選任し、BC と損害賠償の話し合い。その中で B は、BC の過失によって発生したという認識を示したけども GC の方は専ら B の過失だということで自分に過失はないとこういうふうに言っております。でさらにいずれも治療費高すぎる後遺障害生ずるはずがない損害せいぜい150だBC の主張これ共通の主張です。そんな話し合いの状況ですので、まあ、当然決裂でそこで以下 B 訴訟で解決するしかないと考え、 B がかいという感じがしますね。被告の側から債務不存在本来だったら被告になる側の方からまず債務不存在で訴えたというふうになっております。はい。まず1個目の訴訟が B から A に債務不存在しかも150を超えて存在しないこれを乙地裁とこれに起こされています。で請求の趣旨債務不存在の時にはね棒を作っとくといいと思います。150は認めるけれどもそれを超える部分が不存在だとこういう訴えを起こしたいわけですね。起こしたわけですね。で請求の原因の要旨 BC の共同不法行為だけれども高く見積もって150で A は400譲らないなので150超えない、超えて存在しないことを確認求めると、まあ、こんな風な訴えを起こしています。はい。でこの訴状の送達を受けたために L1 に B の訴え対応するとともに、損害賠償請求も訴えこれも委任したとこうなってます。であとは A の委任を受けた L1 と収集生の会話ということで検討は A 側でやりますよと債務不存在の訴えでは被告側のお話です。はい。L1、B は B の過失を争ってませんが C の過失を争ってる A の損害については、これ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 、ね考えられますとで、これらからすると400、ね請求できるものと考えていますとこんなふうに言っております。でそうすると B の主張する150の損が低すぎる A から B に400万求めるで C は自ら賠償する気もないので C に対しても訴える方がいいねとで A が起こす訴えの訴訟物は不法行為の損害賠償でいいでしょうか。でその後 L1、訴訟物については不法行為の損害賠償のみを検討しようとで、訴えを起こすのはこう、おつ考えられるでまた A は C をも被告として訴えるので BC 共同被告として訴え提起することを検討すべきですということでなんかちょっとねいろいろ言ってますが A からすると共同被告で不法行為に基づく損害賠償請求ね共同不法行為前提にということなので719、709これを請求するとで P の発言 B の訴えがすでに提起されて訴状が A に送達されたこととの関係で A が提起する訴えの適用性検討を要するのではないでしょうか。確かにそうですね。 B の方が先に訴えを起こしてて同じ債権を問題にするということはこの時点で142と気づいてください。二重起訴の問題だというふうにね、まずは気づいてください。その通りです。ではまず A が B を被告としてお地裁に訴えを起こす場合に訴え適法かでその場合に A は C をも共同被告とできるかいずれも適法との方向の立論をしてくれということで課題1お地裁対 B 対 C をもできるかどうかとでこれできるという方向で頑張ろう。その後しかし A は A と C 高知に住んでいて私の事務所もこうなのでできたら高知裁に起こしたいと、ねいうことで、BC を共同被告とする訴えを高知裁に提起する場合に適法かこれも適法かと
で、適法であるという前提で説得力のある実論をしてください。これを課題2としますと。で、これら問題答えるためには、まず B の訴えの訴訟物明示して、これが A を起こそうとする訴えの適用性にどう関わってくるかを考える必要がありますということで、ここに重要な誘導がありますね。まずふんぬんと書いてますので、ここから議論を進めてください。まず、B の訴えの訴訟物何なんだ、そこから入っていくね。そこは求められるというふうなことであります。はい。なので、まあ、B の訴え、今回債務不存在ですが、この訴えの訴訟物何かというと、債務不存在確認請求権というのが、まあ、どうも厳密な書き方らしいですけどね。とりあえずは債務不存在のうち、ね、不存在だと主張する部分、これが訴訟物であるということは何らかの形で言及してください。債務不存在の訴訟物ですね。不法行為による損害賠償債務の、まあ、不存在確認請求権。ちょっとこの辺厳密な書き方ね、できない人がほとんどだと思いますんでね、厳密に正確に書けなくてもいいと思いますが、とりあえず不法行為による損害賠償債務についての不存在確認請求、これが訴訟物であるというふうに書いていただいたらいいでしょう。で、不存在部分が訴訟物というところをまず示しましょう。はい、そうしたときに、乙地裁にまず対 B に起こすということで、対 B に400万の請求するんですけどもね、400万のうちの150については訴訟物になってませんので、二重起訴にはならないよということになるでしょうね。142条。これによって二重起訴に当たるかどうかと。辞任部分はもともと訴訟物になってませんので、二重起訴の対象にはならないと。まあ、二重起訴ね、要件として当事者の同一性、訴訟物の同一性というところをまあ一応対象として挙げた上で、で、その上で訴訟物については、辞任部分の150万については、二重起訴に当たらないという実論でいいと思います。問題はここですね。不存在とする部分。ここが同一訴訟物になってしまいます。まあ、権利訴訟物ね、同一と言っていいのかどうかちょっと微妙でありますけどね、訴訟物として、その、不存在とされる部分については、A からの請求の部分共通点ありますので。同一はちょっとやめとこうか。存在部分については、まあ、権利関係同一とぼかしときます。訴訟物同一とね、言っていくと、厳密には矛盾関係なんでね、訴訟物同士で見ると不存在請求と400万の請求となると、これは厳密にはこれね矛盾関係なので、まあ、権利関係が同一だというね、そういう形でちょっとぼかしとく方が、綺麗かもしれません。はい、なので二重起訴で却下されそうです。対 B。でも、なんとか適法という方向で粘れということなんで、ちょっと考えます。不存在確認に対して、支払い請求。これが来たときに、一般的に訴えどうなるかというと、不存在の方が訴えの利益欠くと。この話、思い出せるかどうかですね。訴えの利益欠くことになります。なので142条の趣旨が当たらないんですよね。142条の趣旨として矛盾する判断の防止というふうになるんですけれども、先行する不存在の訴えは却下されるので矛盾する判断がされる対象にならないというふうな理屈があり得るわけですね。はい、なので142の趣旨妥当せずと。はい、これがすみません、前提忘れましたが別訴構成です。別訴で起こす場合、142条の問題
起こりそうだけれども種子からして当たらないと、こういう理屈ができます。反素だったらそもそもその前提書きますからね。反素であればこれは同じ訴訟物、同じ裁判所で審理されるので矛盾する判断とはなされないので142条に当たらないと。当たらずなので、この検討は実は別訴を前提にしたお話ね。反訴と別訴何が違うかというと、ね、その受訴裁判所に起こしているかどうかです、ね。例えばこう今回だったらお津地裁の第三民事部に起こしていると、お津地裁の第三民事部にやるのであれば反訴になりますけども、そうじゃなくお津地裁に漠然ともう一回訴を起こすと、こうだったらこれ別訴というね、そういう扱いになっていきます。まあ、両方ありえます。受訴裁判所に、ね、やっていく、受訴裁判所宛てにやっていくのと、ね、そうじゃないもので、別訴と反訴ってちょっと2つ方法があります。なので、まず対 B の訴えについてはね、別訴の場合どうか、反訴の場合どうかと、場合分けできるだけしといた方がいいかなという感じがしますね。はい、という点でまず1点、括弧の1、142条関係ですね。これをまずは少なくとも議論するというのが必要だろうと思います。次、対 C、 対 C の訴え、これをお津地裁に起こすということだけども、あれそもそもこれ反訴になるんかなと、反訴として被告じゃ、そもそも原告になってない人に対する訴え、これは反訴とは言わんような気がしますね。別訴扱いかなという気がします。ただ別訴にするとしても被告を追加するという話になってくるんでね、後から被告を追加する、いわゆる主観的追加的な併合のお話ですかね。対 C についてはこれは、二重起訴という話ではなく、追加的併合、こうなるかと思います。で、主観的追加的併合ですね。これを認めるかどうかで、あれ判例自説は確か否定してたなというところで、これは判例に逆らわなくて仕方がないという感じになるんでしょうね。判例の立場からするとちょっとね、違和感ありますが、訴えね、乱訴をまあ防ぐとか、乱訴を誘うとかね、あるいは訴訟を混乱させるというのがまあありますけれども、また今回訴え始まってすぐで、そんな訴訟の遅延等ですね、起こるような状況にないというような感じで、主観的追加的併合、ちょっとここ判例逆らうというね、それがまあ欠かせなくはなってしまうかなという感じがします。あともう一点ですね、これ被告、共同被告としてやるということなので、38条の併合要件あるかどうかと、これもちょっと確認はしといた方がいいでしょうね。民訴38の、併合要件、共同被告としてやるというふうに書いてますので、できたら38条も触れといた方がいいのかなという感じがしますね。はい、で38条共同被告にできるかどうかで、今回は同一の事実上法律上の原因、これになるのかな、権利義務共通というよりは、まあ、同一の事実上の原因ですよね。事故が1個なんでね、事故がまあ1つということで、事実上同一の、同一の事実上の原因というね、それに当たっていただいたらいいかと思います。38条前段、でここまででまあいいんかなという気がするんですけども、ただちょっと気になるのはね、 A、C ともに甲子に住んでるんでね、乙地裁に起こしていいんかなってね、ちょっと管轄的には気にはなるんですが、問題文の前半のところでね、管轄、事物管轄あることを前提にしろというようになってたしね、不法行為として、まあ、今回はね、乙地裁に起こしうるというところになりますので、まあ、乙地裁についてのね、管轄の問題はまあ触れなくてもいいかなというね、触れるとしても実はこれ7条というのがありましてね、7条で併合管轄に関してのね、条文がありまして、特にまあ管轄は問題にならないかなという気はします。まあ、触れてもいいんかな、どうかなってね、気はするんですけれども、まあ、管轄、もし触れたとしても、まあ、せいぜい加点自由だろうなというね、もしかしたら出題趣旨の中で、採点時間とかで、ね、7条触れるべきみたいな書かれるかもしれませんけども、あってもこれはもうちょっとね加点自由だろうという気がします。まあ、そんなことで管轄についてはもうこれは気にしないということでいいと思います。はい、ということで、まあ、142条をメインに
まずは対 B ですね、考えていく。で、対 C については追加的併合の問題と38条の問題ね。38条はちょっと触れとく方が安全かなという気がしますね。はい、その上で次行きましょうか。高地裁に起こすと。これはもう完全に別訴です。対 B は142条の問題が生じてきます。対 C については別訴ですので追加的併合とかいう議論は生じてこないということになるんでしょうかね、別訴ですので、ね、いきなりもう高地裁には初めての訴訟ということなんで追加的併合の議論は出てこないと。38条の議論だけというね、そんな感じかなとは思います。はい、ということで、まあ、対 B142 対 C の38、まあ、これをまあ検討するぐらいしか思いつかないからという感じがしますね。それ以外に何かこう理屈があるか、ちょっと出てきにくいね、ところかなとは思います。はい、142。まあこれがメインでね、考えていただいたら、まあいいかなというね、感じがします。ということで、まあ、別訴か反訴かというね、そこの視点をちょっと持っていただいてね、とりあえずもう括弧の2の方、これも別訴になると。そういう意味でいくと、カッコの1は半素だけ書いてもいいかなってね、そんな気もせんでもないんですけどね、カッコ1とカッコの2の違いがどこにあるんだというね、それがなかなかちょっと見えにくいところはあるんですけれども、カッコの1の方でもう書いてしまったらおそらくカッコの2ね、なんか違って書けるところではなくなってくるかなという感じがしますね。ということで、まあ、議論としては同じ議論です。142条論ですね。それがまあ出てくるというところはまあ変わりません。はい、問いの2の方に行っちゃいましょうか。はい、残り時間30分になってきました。ちょっと焦っておりますが、問いの2ですね。事例の続きということで見ていきますと、弁護士 L1、A と相談の上で、A を訴訟代理人として BC を被告として、共同不行為であると。こういう前提で400万の請求。これをしています。で、高知裁に提起した。で、その後、高知裁の方は取り下げられて終わったということで、高知裁の方だけが審理の対象になっています。で、その審理の過程でまた同じですね、B の主張としましては、C にも過失で損害150だと。他方で C、B のみ過失で150、まあ、こんな主張しています。で、 A の訴訟代理人 L1、損害額を証明するために治療費等の領収書とか、まあ、いろんな領収書、基礎診療記録の写しを訴訟として提出して、で、以下は B の側の訴訟代理人の発言とこうなっております。で、L2、私の経験がすると400万はちょっと不当に高いと。で、事故の機会に乗じて不当な利益を受けてるんじゃないかという疑いがありますと。で、証明責任無効なんだからそれを審議不明に追い込めばいいじゃないかというふうに言っておりますけども、本件の場合 A は主張に見合った領収書を提出している。で、診療記録等も調査して提出しているが、私の方ではまだ全部出されているとは考えられないということで、診療記録全体についてまあ、基づいて主張したいと。こんなふうに言っておりますね。で、診療記録の提出。これを求める方法と。なんか嫌な方向に入りそうですね。診療記録。これの提出を求めたいと。で、文書送付嘱託が申し立てが考えられる。確かにそうだと。実務的には223でやります。が、文定も考えられると。うわーという感じですね。文書提出命令、あまりね、過去に、民訴の中でも論文での取材というのが非常に少なかったね、ところで、うわーという感じです。ただ焦らなくて大丈夫です。条文があるんでね、条文の検討していただいたらまあ大丈夫かなという感じです。はい、一応文定考えましょう。で、 B の代理人として、所持者を D として文定申し立てるとして、予想される D の反論を念頭に置きながら文書提出義務があると。提出義務あるか、この議論をしてください。
で、これを課題。で、条文に即して具体的にと。ああ、ヒントくれたと。で、条文に即して考えたらいいよと。で、さらに、診療記録には A に関する情報が記載。で、そのことをどう考えるべきかと。ということで、まあ、220条から行くしかないですよね。220条から入っていきまして、とりあえず提出義務があるという主張を、まずは組み立てていくということになりますが、220条で。まあ、4号は最終手段です。まずは1号、2号、3号の可能性を考えてみましょう。で、今回、まず1号。当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。1号にはちょっと当たらないですね。D に対して今回求めようとしてるんでね。被告に対して求めようとしてるんだったらこれ1号でいけたんですが、引用文書には今回は残念ながら当たりませんので、1号は無理です。次2号。巨匠者が文書の所持者に対し、その引き渡しまたは閲覧を求めることができるとき。まあ、今回巨匠者というのはこれ申し立てにですね、文書提出命令の申し立てです。文書提出命令の申し立てにと思っていただいたら結構ですが、申し立て人が閲覧請求できるか、これもないでしょうね。B が A の診療記録出せと言える立場にはないので、これもないだろう。次3号。文書が巨匠者の利益のために作成、または巨匠者と文書の所持者との法律関係について記載されたとき。ということで、これも後段ちょっとないかなという感じがしますが、前段巨匠者の利益のために作成、ただ巨匠者のために作られたか中途、これはないかなという感じですね。診療記録誰のために作ってるかいうと、おそらくこれは誰のためでもないですね。本来であればこれは病院側がですね、どんな記録をどんな診療したかというのを残すためであって、何か患者であったり患者の相手方であったりね、その人のために作成したというのはちょっとないと思いますので、これも無理しなくていいと思いますが、3号もちょっときついかなと。となると4号の一般的提出義務ですね、そうなるかなとは思います。で4号、いずれにも該当しないときですので、イ、ロ、ハ、ニ、ホのいずれにも当たらないというね、そういうふうな主張をしていく。で、イ、文書の所持者と、文書の所持者と196に掲げるものについての同条の規定する事項を記載されるものということで、何や196はと。ということで、もうこの時点で条文をね、一気に検索していくしかないですね。で、196、証言拒絶権。自己不在拒否特権のお話ですね。ちょっと本件では関係ないですね。自己不在拒否特権、文書の所持者から所持者と196に掲げるもの。まあ、文書の所持者は今回 D ですね。D と配偶者らがなんか犯罪で処罰を受ける恐れと。ちょっとないなと。ということで、E、これもないぞと。ロ、公務員の、あ、関係ないと。公務員じゃないからね。もういいですね。次、ハ、197。これは当たり得るということになるでしょうね。は197の1項2項に規定する事実なので、ドンピシャですね。医師、職務上知り得た事実で黙秘するべきもので、黙秘の義務が免除されてないものということで、まあ、今回はこれの検討をメインに、まあ、いわゆる守秘義務になりますけれども、守秘義務の対象になるものですよね。これに当たるかどうかというところを考えることになるでしょうか。で、まさにこれはこれと整合する話でね、 A の情報が記載されているという点で、患者に関する事実で医師が知り得た情報が書かれているということで、これをもって、まあ、拒否するというふうな反論があり得るかなというところですね。はい。で、ハに当たるというふうな反論があり得るので、ハの反論で、黙秘の対象かというと、確かに黙秘の対象ではありますね。職務上知り得た事実というところで、まあ、黙秘すべきものについて、提出が求められているということであるんですが、その後ですね、黙秘の義務が免除されてないもの、
これに当たるかどうか。で、すでに A が一部提出してるんですね。ここがまあ悩ましいところです。もうすでに A が提出してるということは、そのカルテに関しては基本的にはもう裁判に出されてもいいんだというふうに考えているというふうに考えることができるかと思います。今回まあ特殊な事情として A が提出する、ね、先にもう自分で提出してるんです。で、都合のいいところだけ提出してるんじゃね、そういう状況なわけでして、その意味ではもう黙ってなくていいよと、ね、いつそれに関連する文書全部出せというふうに、ね、言われることがまあ想定されるので、まず A 提出済みということで義務免除と考えるかどうかで、まあこう考えると、まあこれは D の立場でのね、ちゃう、 A の B の立場か、すみません、 B の立場での主張をまあ考えてくれということなので、まあ一応義務が免除されているという主張をしましょうと、こういうことになるでしょうかね。はい、あと2も言及はしといた方がいいでしょうね。まあ法は関係ないので、2、自己利用文書。まあ担当があった時代はね、この2のところもね、多分知識として完璧にね、ある人が多かったんかなと思うんですが、まあ自己占利用文書、まあいわゆる内部文書です、ね、いわゆる内部文書、はい、これに関するものと、もっぱら内部でのみ利用することを想定し、で出すことによって著しい、ね、弊害が生じる場合なんかが、ね、この自己占領文書の要件だったりするんですが、まあ、それ書けないかもしれません、ね、文書提出命令についてのまあ知識で、まあ、持っている方はそれ書いていただいたら OK です、ね、もっぱら内部で作成する、利用するために作成され、でかつ、ね、開示することによる著しい不利益があるものというのが、ね、それから特段の事情か、3要件だったりするんですが、自己占領文書にあるかというと、今回はもっぱら内部の利用というところがちょっと当たらないかなって感じがするので、ね、銀行の稟議書のように内部でだけ使うと、内部の意思決定だけで使うというんじゃなくて、カルテというのはこれは医師だけが使うじゃなくて、患者側もどういう治療をしたかというのを知りたいということで出すことを想定した文書ではあるんですね。なのでもっぱら自己利用のためではないということで、自己占利用に当たらない、まあ、当たるという反論はあり得ると思いますけれども、当たらないというね、そういう主張をしていただいたらいいかと思います。はい、なことで、まあ、文書提出命令来ちゃったなというね、感じがしますが、まあ、来てくれてよかったですね、今年ね。まあ、ほとんど差はつかないと思います、今回のね、文書提出命令に関して。まあ、せいぜい、この条文に即して検討するというところができてれば、一応の水準でしょうしね。この、まあ、自己占利用に関しての、まあ、知識ね、ちょっと披露できたら、まあ、プラスアルファで、なってるかなというところで、まあ、さほど大きくね、差がついてないだろうし、来年以降受ける方、ラッキーね、文定しばらく出ないよということになりますんでね、来年以降受ける方に関しては、まあ、文定しばらく除外していいなという感じになるのかなと思われます。はい、えんなことで、まあ、ほぼ差はつかないと思います。条文の検討というね、そういう視点でやっていただければ大丈夫でしょう。はい、最後問いの3入っていきます。はい、問いの3関して、その後、A の訴え審理した結果、裁判所の判断が書いてます。本件事故過失によって発生で、 C の過失は認められない。で、B の損害250万、ごめんなさい、 A の損害250万、はい、訴えは400だったんですけれども、一審判決こういう判決を下しています。過失なしで、 B としては A の B に対する請求250について、まあ、任用されたということについては、まあ、まだいいということなんだけれども、 B が腹立つのはここが腹が立つんですね。なんで C が棄却やねんと。で、ここに文句言いたいけども A が控訴するつもりがないというふうなことで、さあ困った。で、そこで L2、B の訴訟代理人としてどうしたか。補助参加の申し出をし、で、控訴期間内に控訴を提起したということなので、
補助参加してプラス酵素と、これができるかどうかで、 C は補助参加に異議を述べ、これを不適法と主張した。でその理由として、括弧のは一審で補助参加してない B が酵素の A のために酵素することはできないから、そもそも補助参加許されないので酵素もできないというね、その2点を主張しています。はい、括弧の E は参加の利益の検討ですね。括弧の E は42条の参加の要件の検討したらいいということで、まあ、こっちは比較的取りやすいね、事前にインプットしたところからも対応したらいいということになりますが、括弧のあのところがなんかちょっと気持ち悪いなと。一審参加せずで、A のため酵素、これができるかどうかというのが括弧のは、括弧のには42条要件の話です。ということで、括弧のあの要件を、要件というか主張をどう組み込むかですね。で補助参加の42条以下の条文で何か組み立てをしなきゃいけません。で、まあ括弧の A が42条要件なので、まああの方は42条の話じゃないんだろうとこう思いますね。なのでそれ以外の条文を見ていくと、45、これが関係しそうです。補助参加人は酵素について上訴の提起、これができるというふうに書いてますね。補助参加人であれば控訴はできる。一審で補助参加人だったらこの控訴はできる。逆に一審で補助参加してなかったら逆に解釈して控訴できないというふうにすることもあり得るかなということで、まあ、これを45条に絡めた議論ですよね。これは最低限した方がいいのかなという感じはします。一審での参加が前提なのか、まあそこが一つね、あり得るところかと思います。で文言に絡めるとしたら、45条1項正し書きに絡める、あるいは2項に絡める、これも十分あり得る話です。補助参加の時における訴訟の程度に従いすることができないものはこの限りでないと、こうなってますね。もう補助参加の時における訴訟の程度、今回は一審判決後です。一審判決後の段階ではもうすでに補助参加できなくなってるんだ、こういう主張で正し書きに絡めるというのも十分あり得る話だし、2項、非参加人の訴訟行為を提出するときは効力有しない。非参加人の A が控訴してないのに、補助参加人である A が、B が参加すると、控訴すると、これは矛盾するというふうな主張もあり得ると思うので、とりあえず45条の1項2項に絡めた、ね、議論をしていただくというのがこの問題の趣旨だろうというふうに思われます。はい、でまあ、これをどう見るかということで、補助参加に関してですけれどもね、とりあえずはいつまでにできるのかということについてはね、上告するための補助参加もできるというね、そんな話があったりするんでね、その意味で補助参加については一審前提ではないというふうに考えるべきでしょうね。一審での参加、これが前提にはならないと。上告するための補助参加ですね、そんな議論があったかと思いますけれども、ここは補助参加ね、一審での参加というのが大前提になっているわけではないというね、そういう感じにしておく方がいいかと思います。まあ再審の訴えまでできるってねそんな風になっているんでね、そういう意味でもまあ一応段階的にはある程度のところまでできるというね、そんなことになるのかなと思います。はい、ただ正し書きに当たるかどうか、補助参加の時における訴訟の手に従いできないもの、これは当たらないかな。一審参加が前提じゃないということになれば、45条1項正し書きの適用というのはちょっと難しいかなって気がしますね。補助参加の時における訴訟の程度、まだね、
一審判決後でもできるという前提であれば、この正し書き適用はないというふうに当然なるだろうと思います。問題2項だと思います。抵触するに当たるかどうかね。ここはもう少し別途検討を要するのが望ましいかなという気がしますね。矛盾する。抵触というのをどう見るかです。で、積極的に抵触なのか、広く抵触する場合でいいのか、まあ、実務的な議論であるんですが、実はこういう議論がありましてね、抵触に関しては、これはもうちょっとね、受験生で知らなかったらもう知らないで仕方がないと思いますんで、まあ、これはふーんと聞いていただいたら結構です。45条2項の抵触については、非参加人と参加人になっていることが全く相矛盾するというのを想定しているのか、それとも広い意味で、相入れないようなものであればいいのかというふうな感じでね、少しちょっとこの抵触の概念がですね、広く見るのか狭く見るのかで少し争いあるところで、実際上はこっちで積極的に矛盾する場合のみ禁止されるというふうには言われています。なので、まあ、これはおそらく、まあ、書こうと思えば書けるね、特典の対象にはなってるんかなという気がしますが、おそらくほとんどの方書けないだろうと思いますんで、まあ、気づけたらラッキーというぐらいにしとけばいいでしょう。はい。ということで、一審での参加が前提になるのかというのを、まあ、現場思考ですね、これもね、しなきゃいけないんですけれども。はい、そんなことで、一審での参加は前提にならないという立論をなんとかね、頑張ってするということになるでしょう。はい、42条の参加の要件、こっちは比較的優しいね。訴訟の結果、利害関係ということで、まあ、自説をしっかりと論じておいてください。訴訟の結果、まあ、主文に限定するのか理由まで入れるのか、ただ理由まで入れるとした場合ですが、どこまでの理由を入れるかですね。主要事実に限定するのか、それとも主要事実を超えて関数事実レベルまでね、理由に含めるのか、そこはちょっと自分の立場をね、理由説に立つんであれば、そこは決めといた方がいいかなと思います。一応まあ、過去の判例の多くは主文限定説ですね。主文限定で考えていくというのも十分ありです。で、利害関係、法的利害関係ということで、まあ今回ね、参加人の地位、これが、主文によって影響を受けるか。まあ、いうことで B さん。AC 間の訴え請求棄却であれば B の C に対する求償権ですね、これに影響を及ぼすということになるので、まあ、主文が影響を及ぼすというふうに言えるのかなという気がします。はい、あとまあ有名な話はね、愛被告人ですね、相手側に参加することができるのかでね、そういう問題があります。あれは典型論点ですね、補助参加、相手方の補助参加ですね、相手方への補助参加という議論で、まあ、ここは大丈夫ということで、議論をしていただいたら大丈夫でしょう。はい、まあ、ここはもう典型論点なんで、それから、このあたりの典型論点が思い浮かぶだろうと思いますのでね、その辺はちょっと書いていただいたらいいかなという気がします。てなことで、まあ、このミソも難しい問題ですね。かなり難しい問題が並んでたと思いますので、さほど差はついてないと思っていただいて大丈夫だと思います。取れるべきところで取ってる必要はあるんですけども、今回取れるとしたら、まずこの42条のところですね。42条要件のところ、ここは確実に取っときたいところになるかなと思います。あと、問いのうちでいくと、142条への言及のところですね。ここの2つで少なくともベース点として一定の点数を取っておくと。ここで失点してると多分不合格になっちゃうかなという気がします。で、ここの42条の要件
で、利害関係、訴訟の結果、時節の解釈ですね。これをした上で、で、空いた方への補助参加できるかどうかについても、まあ一応は示した上で、ここでまあ確実に取っとくという感じですね。で、その上で142条の解釈も入れて、問いの位置のところね、そこで取っとけば、まあまあ、戦えるね、感じになってるだろうという気がします。それ以上の加点ですね、220条に関しては、まあ事前にあんまり準備してないところですね。それも仕方がないと思いますんでね、そこはまあさほどね、条文が引けたらもう OK というふうに持っててもらったらいいだろうと思います。はい。そんなことで、3問とも解説をね、やっていきましたけれども、まあ、商法と民訴がちょっといつもより難しめというね、そんな感じの年度だったと思いますので、まあ、いかに民法で取れたかですね、そこでまあ、合否がね、かなり大きく影響するかなと、まあ、いつも言われてる通り、民法を制する者がね、司法試験を制するという話、まあ、今年まさにね、そういうふうになってきそうなね、感じはします。なので、まあ、一応、復習の、皆さん、まあ、今年受けた方でね、まあ、ちょっと反省点とですね、感じてる方、まあ、特に民法のところでね、ちょっとやばいなというふうに思っている方ね、早めに来年もし受けるのであれば早めにねちょっと民法対策するというのがいいかなというふうに思っています。はい、そんなことで、参考答案については民訴は特にねいいかなと思いますので、ちらっと見といていただいたらと思います。はい、一応3時間の解説で一応ね、コメント入れましたが、最後ちょっと私の作った薄いレジュメの方ね、そこだけちょっと、コメント入れておきます。2ページ目以下、3ページにかけて一応私なりに検討した結果、まあ、このあたりが一応の水準を超えて良好に行くまでに必要になってくるものかなというものをね、列挙しています。まあ、今回の3時間の中でもね、ある程度言及はしましたけれども、このあたりは最低限触れといてねっていうものと、それからま、ここまで行ったらいいかなっていうね、そういうラインをある程度書いていますんで、よかったらね、復習の時に参考にしていただけたらと思います。はい。ということで、まあね、民事系はいつもね、去年までと違ってちょっと難しくなったというね、難化傾向というところで、まあ来年以降のね、傾向として少しちょっと難しいものがまた出てくるかもなというね、そういうちょっと警戒をしといた方がいいかなという気がします。はい、ということで、私のね、解説といいますか、今年の司法試験問題についてね、本試験分析会、まだ出題趣旨とか出てませんけどね、これにて終わりたいと思います。どうもお疲れ様でした。